はい、不思議 RT フェスをご覧の皆様、音声聞こえておりますでしょうか。皆さんこんにちは、解説の SAS と申します。おとといのワクワクぷよぷよダンジョン、昨日の幻想郷幻想日記と東方火災乱戦2に引き続いて、今日はこのゲーム、東方荒涼夜ロストブランチオブレジェンドの解説を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。それでは、奏者のゆりなこさん、自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、こんにちは、奏者のゆりなんこです。このゲームは解説の方が大変なので、SA さんにお貸せできて本当に感謝しております。今日はプレイにできるだけ専念して完走できるようにとりあえず頑張りたいと思うので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは早速ですが始めさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、それではカウントダウンの方始めさせていただきます。では改めて、グッドラックです。まあ、このゲームについては改めて始まった後に説明させていただきます。3、2、1、スタートです。グッドラック、はい、よろしくお願いします。まあ、このゲームなんですけれども、まあ、スレイザースパイアと、まあ、マジック・ザ・ギャザリングを足して2で割らないような独特のゲームシステムが特徴となっておりまして、まあ、通常のスレスパライクのゲームであれば、まあ、コストの概念あると思うんですけど、コストの概念に加えて、この黄色のね、あれかマナがあったと思うんですけど、このマナの、色の管理も重要になってきます。なのでこれ、通常の、ね、スレイザースパイアに近いゲームとはちょっと違ったアプローチが要求されるわけですね。かつちょっと今左上に、ね、光り輝いてる200っていう数字があると思うんですけど、あれが、東方の原作におけるスペルカードの、概念を表しているものでして、まあ、これを、100溜まっている状況であればこれを使って、まあ、カードとは別に攻撃ができます。ホーミングラメットでいいですね。このホーミングラメットっていう、カードが非常に強くてですね、攻撃をしつつ、まあ、臨時火力という、まあ、火力が攻撃力が上がるターンの間だけ攻撃力が上がる、バフがついている場合はマナが返ってきます。使った上でマナが返ってくるんですね。さらにこのゲームはアップデートという概念がありまして、まあアップデートというか、そうですね、強化という概念がありまして、まあ、カードを強化すると今の、カードでもらえるマナが2つに増えます。それは重要ですね。イベントありますね。これは削除ですね。いらないカードを消します。なんでこれ消してるかっていうと、まあ、スレザースパイアと同じ、本家のスレザースパイアと同じで、まあ、このゲームで、まず一番最初は、マリサを選びます。これ、敵の選択できるんですけど、チルドがめちゃくちゃ強いので、それチルドは選ばない。で、キャラクターによって、サクヤと、まあ、マリサ、あるいはレイムをね、選んでいく感じになります。カゲロウのイベントですね。カゲロウのイベントは、レリックというね、まあ、得ると有利になるアイテムですね。上に出てるんですけど、これを、これを取るとランダムで何かしら一つもらえるんで、これでいいのは引ければいいんですけど、まあ悪くないですね。火力上がるやつですね。いいですね。これで今ちょっとね、いろいろと、あったんですけども、ショップに入りましてライオットシールドというものを買いました。これは、ツールなんですけれども、ツールのアイテムは、こうやって手札に残ってくれてコストゼロで使えるんで非常に強いんですけど、回数制限がありまして2回使うとなくなってしまいますので、このライオットシールド非常に強いので、まあ、今回はこれは、どのキャラクターでも、まあ、店に置いておりますんで、必須というかあったらすごい嬉しいっていう感じのカードになりますね。他にもいろいろカード引いてるんですけど、幻想人いいですね。この幻想人というカードは、15個防御、防御のね、ちょっと概念話しますと、このゲーム、攻撃の他に防御というものがありまして、相手の攻撃が、相手が次に何をしてくるかっていうのは、相手の頭の上に出てきますんで、まあ、それをね、見ながら、これは、ちょっと金が足んないか。多分この次のところで分かると思うんですけど、この妖精さんのね、上に12って数字が出てると思うんですけど、これは相手が12の威力の攻撃をしてくるということになります。で、これ、今ね、ブロックを5使ったんで、7ほどね、今、幻想1人というカードを使って防御15を得ました。で、その上で、この幻想1人というカードを使うと、まあ、次の2回使う、次のね、攻撃カードのコストをゼロにできます。非常に強い。なので、RT ではね、結構重いコストのカードを使うことも多いので、まあ、これを使ってカードのコストを踏み倒していくことも結構していきます。いらないときは、いらないカードの場合はスキップします。で、さっき削除したのも含めて、まあ、できる限りデッキを圧縮して、まあ、あまり必要のないカードを引いて事故って、手札が事故ってしまう可能性を減らしていきたいですね。で、今ね、使った、一番最初に使ったカードが、臨時火力を上げつつカードを引くっていうカードで、で、いいですね、今、左のスペルカードを使って大ダメージを与えました。で、この電磁火力を上げることによって、さっき言った通り、マナをね、マナが返ってくるカードを使っているので、そこら辺のシナジーもいいですね。で、今ね、当たるとなんか、コスト5つぐらいあるカードがあったと思うんですけど、あれは、
非常に強いんですが、ちょっと序盤だとね、まだ、マナの数が少ないので、そんなにちょっとまだ使えないんですが、このゲーム、ボスを倒すごとに一つマナが増えていく仕様になっておりますんで、まあ、後半にかけて結構使える形になるんじゃないかなと思います。で、マリスはもうすぐ虫の息ですね。このように、RT だと、もう、パッパパッパとカードを使っていて、そこで倒していきます。で、まず一つで倒しましたね。まあ、バスいいですね。これ 50% の確率で、マリスが落とすアイテムが決まるんですけど、まあ、紫色のマナがもらえる可能性と赤がもらえる可能性あったんですけど、これ赤のカード引けたの非常にいいですね。なんでかっていうと、この、マリスの特性としてバーストというものがありまして、赤いマナを使って攻撃をすることによって一つバーストが溜まります。で、このバーストが8つになると、火力が非常に上がるという特性がありまして、それをね、マリサ特有の概念なんですが、まあ、この8キロの、ね、アイテムを今のところで入手することによって、レイムでもバーストに入ることができるようになります。で、レイムはもともとマナのプールが、黄色と赤なので、まあ、この赤の、バーストと非常に相性が良いということで、こうやって相性を最もこのね、びっくりお見事で、でかいお見事なんですけど、これは、これで申しますね。これ、基本的にコストは高いけど威力はでかい。つまりどういうことか、さっきの幻想一重で踏み倒すことによって、まあ、シナジーが得られるって感じですね。で、いらないカードをこれ変化させて、まあ、微妙なカードですね。まあ、ちょっとあんまりいらないんだけど。で、焦点客は、これは、アップデートすると、まあ、コストがゼロになるので、このゲーム基本的にコスト、まあ、今期のスレイザースパイアと同じで、コストが減るカードは、コストが減るカードを優先してアップデートしていったりとか、あるいは、効果がめちゃくちゃ強いカードをアップデートしていく形になります。まあ、ツールカードとかアップデートできないですけどね。で、これ、まあ、今の、ホーミングアムレット、相手のね、相手取る、対象がランダムになるので、まあ、敵が1体であれば問題ないですけど、敵が2体だとちょっとね、こう、変なところに行ってしまって困るなーっていうのがたまにあります。で、まあ、こんな感じでパッパパッパでやっていくんですけど、このゲームは、1月のアップデートによって、まあ、ゲームスピードが 1.5、1.6 から2倍ぐらいにできるっていう、機能が加わったんで、イルニャコさん、ますます速くなっております。もともとめちゃくちゃ速かったんですけど。で、あとは、全体攻撃ができるね、カードがあると有利なんですけど、そう、妖怪バスター一番最初からあるやつで、これは、アップグレードすることによって、まあ、純粋に強くなりますね。うん。で、ランダムで飛んでっちゃうんで、なかなか難しいですね。あとは、この、まあ、コモリのところで説明するんですけど、このグレイズっていう概念がありまして、この、敵の下のところに、まあ、なんか、モビシみたいなやつがあると、持ってるキャラクターがいるんですけど、その場合は、あるいは精密っていう属性がついている、カード以外は、まあ、一回攻撃、どんなでかいダメージでも、一回、その、グレイズの数だけ、ダメージを減らされ、ダメージをね、回避されてしまいます。ただまあ、精密があるないしは、まあ、相手に攻撃をする、まあ、ないしは、あれですね、相手が、ターンを一つ消費するごとに、それが減っていくので、まあ、そこら辺うまくやっていきます。なので、まあ、この、グレーズを踏み倒せるカードとか、まあ、グレーズを踏み倒せるアイテムとかがあったら非常に有効ですね。結構グレーズ持ってる敵多いんで、なかなか厄介です。で、ここはまあ基本的にイベントを選んでいきます。というのも、イベントした方が、イベントはもうこうやって速攻で終わるんで、戦闘より早いので、まあ、戦闘もね、もうイルダコさんにかかればすごい早いんですけど、こうやってパッパッパッパと飛ばしていくんですが、やっぱりこう、敵を処理するよりもイベントの方が安全だし、イベントの方が早く終わるので、極力イベントやっていきます。ただ、イベントだとね、カードが手に入るか入らないか、イベント内容によって変わってくるんで、まあ、このようにね、敵を倒した時に、まあ、お金とアイテムが手に入るんで、まあ、あんまり戦闘を避け続けていても困るというカードが集まらなくなるという話なんで、まあ、そこら辺うまいことやっていきます。今回はこういいですね、見事ですね。でこれはまあ、あとこのゲーム、通常の雑魚と、エリートと、あとはまあ、ボスという3つの概念がありまして、では、これ、あれいいですね、ライオットシールド2つ目買いました。で、ただ、ポータルガンですね、これ、ポータルガンなので、これは、この後、高値と買い物ができなくなります。ただ、そうですね、ちょっとまあ、レイムはもともとあんまお金のあるキャラではないんですけど、このポータルガンは、強制的に入手してしまうことがたまにありまして、でこれ入手してしまうと、この後店で一切買い物できなくなるんで困ります。ただまあ、どっかで手放せることもあるにはあるんですけど、ちょっと高さでも厳しいかな。まあ、多分ね、今回は、カード自体はまあ、そんなにめちゃくちゃ強いわけではないんで、できればもうちょっといいカード引きたいっちゃ引きたいんですけど、まあ、なんとかなるレベルだとは思う。まあ、このゲームは、まあ、スレイザースパイアでいうところの、心臓、まあ、裏のボスがいるんですけど、裏のボス結構強いので、それに対抗できるかどうかが重要になります。今回のカテゴリーでは、裏のボス全員倒していくカテゴリーになりますんで、でこの隙間に入ると回復できるか、アップグレードするか、カード1枚アップグレードするか、2択になります。あ、ユグですね、これ一番弱いキャラなので助かります。2面のボスは、自分で選べなくて、3体から抽選になります。イーズナマル・メグム、最後自由子、あと、ひなだい天使ですね。その3人なんですけど、まあ、ユーコは一番弱いので、非常に助かります。ただまあ結構デバッグかけてくるんで面倒っちゃ面倒なんですけど、単純に火力は低いのと、あとはまあこの、音量をね、仲間を呼んでくるんで、まあ、これは他の時代にない、特性なんで、全体攻撃がないとちょっと手間取るのと、あと今回ちょっと全体攻撃ないので、そこら辺どうするかなんですが、まあボスを倒せば、あれですね、
この周りの、音の雑魚も全体で消滅するので、まあ、そんなに苦労することはないはずです。で、ただ今回マジで全体攻撃何にもないですよね。ただこれ今脱力っていう状態値を与えましたね。脱力っていうのは、あれですね、相手の攻撃を、50%、50% 相手の攻撃力をダウンさせるのと、あと相手の防御力を 50% ダウンさせるっていうのがあるので、できればこれを、付与するカードがあったら強いんですが、で、そうですね、今の、ボットカードは、防御しつつ、臨時火力を上げることができるので、まあ、さっきの、ホーミングアムレットとすごい相性がいい。で、これで、さっきの幻想一重で、ついに使う2枚のカードを両方とも、コストゼロにできるんで、これは強いですね。で、陰陽玉投げて、あ、OK ですね。これで2面クリアです。いや、早いですね。まだ10分経ってないですよ。いやでも、で、カードの揃いがちょっとまずいですね。カードが弱いですね、ちょっと。トン的にはちょっとあれですね、全体攻撃がない、かつ、必要なカードがいくつかあるんですけど、どれも引けてないので、なかなか難しいですね。しかもそれで、店に入ろうにもポータルガンを引いてしまったので、ちょっとそれもできないと。なかなかちょっと苦しい状況ですが。で、この天狗の敵は、1ターン目のカードを使った時に10ダメージ食らってしまうっていう特性があるので、できれば一番最初こうやって防御カードを使っておくとダメージを食らずに安全倒せます。で、これはそうですね、さっき言った通り、いいですね。これさっき言った通り、幻想一人で踏み倒せると強いカードです。ちょっとね、あれなんですよね。一つその重いカードが相変わらず腐ってるのと、さっき団子を食べた時に、まあ、1枚カード変更した時に来たカードがまあ使えないカードなんで、ちょっと、これちょっとね、めんどくさい敵なんですけど、この敵は、今山下で3枚ほどね、カード、加えてきたんですけれども、このカードがですね、コスト3で、そのコスト3のカードを使わないと相手に与えるダメージが、だいぶ減ってしまうので、なのでちょっとできれば引きたいんですけど、ちょっと手札事故ってでそれ引けないですね。いやー、ちょっとこれなかなか苦しい状況ですが、まあ、この後、レアカードとレアカード交換してくれるっていう、あれですね、NPC が出てくるので、まあ、その子に、できればレアカード、必要なレアカードをね、与えてほしいんですが、どうなるかな。まあ、そこだけはもう、運次第なんで、皆さんぜひお祈りの方よろしくお願いします。で、そう、陰陽玉構成は、あれですね、陰陽玉構成はちょっと、ゲームスピードが遅くなってしまうので、基本的にあまり使わないです。非常に強いんですけどね、防御を、上げながら攻撃をできるカードがありまして、それは非常に強いんですが、まあ、RT においてはちょっと袖ではなくて、まあ、陰陽玉とか針とか使わないで、これですね、これ、一つのアイテムを、カードを削除しつつ、アイテムを得られるんですけど、そのアイテムはクセモノでして、まあ、これ、1ターン目に、マナが減る。これ頼む。まあ、全体攻撃あるであるけど。やるけど、微妙ですね。遊戯ですね。うん。まあ、とりあえず、今の遊戯のやつは全体攻撃で、かつ、2回から3回連続攻撃できるので、まあ、基本的にそんなに弱くはないです。結構強いです。では、陰陽玉2つよりは多分こっちの方がいいかなって感じで、こちら選択しました。で、問題、ちょっとこの敵がね、そう、このね、ロボット君たちが、ドローン君たちが結構強いので、あんまりこの全体攻撃が弱い状況で引きたくなかったんですけど、遊戯来ないですね。いやー、これ苦しいですね。まあ、2ターン目は攻撃してこないので、で、しかもこれで、今のやつは一応ランダムでカードを引ける、やつなんですけど、ランダムで引いた中で全体攻撃がないと。なかなか苦しいですね。まあ、とりあえずこの後ちょっとでかい攻撃が来てしまうので、それをどうしのいでいくかなんですけど、まあ、これ倒せそうですね。なんかなったかな。で、このランダムな的に16ダメージ5回当たるカードは、ちょっとコスト重いですけど、結構強いので、あ、ふわし、とか、みんな強いな。みんな強かったね、今。ようやく、そのね、引きをちょっと別の3つまとめてたと1枚しか引けないんで、できればちょっと他の時で来てほしかったけどね。これでアイテムを一通りわらしべイベントを終えたんで、ラスボスにつながるアイテムを手に入れました。で、問題、ここからですね、ここから先、激烈な運ゲーになります。というのも、この次のところで敵にエンカウントをしてしまうと、確率で玉兎という敵が出てきます。そのウサギが本当に強いので、出会わないよう皆さん、お祈りお願いします。出会うときはどうやっても出会います。もうどうしようもないです。で、いらないやつ消して、で、ここちょっとどうやっても当たっちゃうな。まあ、ここはしょうがない。出ましたね。これですね。この敵何が強いかと言いますと、状態以上によって絶対に1ダメージしか、1回の攻撃で1ダメージしか与えることができません。で、1ダメージしか与えられないんですけど、相手は普通にバフをかけたり、回復をしてきたりととんでもない行動をしてくるので、本当に困ります。やめてください。レイムの場合は、まあ、あれですね、こう、
連続攻撃できるカードが、そう、遊戯、今の遊戯もそうですし、ちょいちょいあるのと、あと、スペルカードを使うことによって、まあ、あのカードのコストなしで3ダメージ与えられるので、まだマシではあるんですけど、今回の構成は結構そうですね、連続攻撃系のカードが多いので、割と比較的マシな方です。で、あとはなんとかなればいいんですが、ちょっとこんな感じでって、攻撃力普通に高いんですよ。で、あの、グダグダしてると、先ほどのように、あれですね、グダグダしてると、ちょっと先ほどのようにね、ああ、いいですね、いいですね。これは、あの、さっきのやたらと重いカードを使ったことによって、あの、風魔神という、まあ、カードを、3回連続で使うことができる。で、3枚手札に入るんで、こういう状況だとね、コストも安いし、ありがたいですね。これで後ろ倒しましたね。後ろ倒せないと、ちょっと、ああ、そうだよ。びっくり重い玉もこれ、あの、3回連続で攻撃できるんで、ここら辺強いですね。で、これ、あの、バフをかける必要がないので、あれが何ダメージでも、どんだけでかいダメージでも、どんだけちっちゃいダメージでも、あの、平等に1ダメージしか与えられないんで、あ、OK ですね。なんとかなりましたね。よかったよかった。攻撃も強いし回復もするしで、どうしましょうか。迷いますね。強いですよね、どっちもね。そう、この満月の方向っていうカードが、あの、相手の防御力を一旦ないし、あの、アップグレードすると2ターン、下げつつ、相手の攻撃をね 30% 削減するっていう非常に強いカードなんで、で、あの、その隣のやつもね、あの、バーストを、あの、向上させる非常に強いカードだったんで、ちょっと悩むところですね。で、このドレミーは1ターン目でこの叩き起こしてあげないと結構あの厄介な行動してくるので、できる限りあの最初のね、あのターンに、まあ、防御をね、あれか30あるので、それをとりあえず削りたいんですけど、手札が事故ってあの30ダメージ与えられる攻撃カードが手に入んないっていうか引けないっていうのは結構往々にしてあるので、なかなか厄介なんですよね。で、このキャラクターは、結構特徴的な、って思っておりまして、まあ、あの、ターンが下ってくると結構ね、あの、山札とか手札に変なカードを加えてきて、で、あの、その、ああ、ちょっとこれ痛いですけど、まあ、次のターンで倒せはしますが、で、その、あの、悠長に構えていると、4枚、あの、その、カードが集まった瞬間に負けます。敗北確定です。なので、あの、あんまりこう、時間かけてらんないんですけど、普通に敵が強くて防御も固めないといけないので厄介と。順子ですね。あの、順子は、これも先ほど、2面と同じで3体の、ここの3面のボスは3体から抽選なんですけど、これ昔は2番目に弱かったんですけど、あのアップデートで超強化が入りましてだいぶ強くなりました。今はもう油断できない敵になりましたね。だいぶ、まあ、一番強かったのはサナエ、あ、こっちはサナエなんですけど、まあ、それと同等かそれ以上に強くなっちゃいました。まあ、一番弱い子は一番弱いので、できればその子をね引きたいんですけど、まあ3分の1なんでね、さっきの言うこと同じで、まあ強いやつ弱いやつ結構ここ露骨に分かれてるので、でこれ倒した後に、あの、裏のボス倒したしだ、まずレイムが終わりで、その次のキャラクターに行くって感じになります。で、この、これは火力永続的で3ターン、上げられるんですけど、この能力っていう、カードは1回の戦闘で基本的に1枚しか、1回の戦闘で1回しか使えないっていう、特性があるので、まずいですね。うん、やばいですね、これは。これ負けたかな。ちょっと危ういですね。いやー、負けですね。ちょっと1回やり直して、ダメそうだな、再走します。これ、あの、このゲーム一応、あの、ドラゴンクエストでいう時の綱という、あ、時の綱を使えるので、一応、やられてしまう前であれば、こんな感じで自動的にやり直すこと、あの、あれですね、やり直すことができます。戦闘の最初から、その戦闘なかったことにしてやり直すことができるんですが、今回はちょっと、あの、カードが弱い。本当にカードが弱い。で、あの、この純子さんは、ちょっと攻撃が結構ね、昔に比べて苛烈になってしまったので、アップデートによって。で、しかも手札が結構事故ってる。結構事故ってます、これちょっと。なかなかあれですね、ちょっと。これは、そう、手札が事故ってるとこんな感じでダメージ与えてくるんで、では今回の、RT においては基本的に防御を使って、防御を固めてから攻撃に移るというよりは、パパの殴り倒すっていう方が、良いので、そうしていきたいのですが、ちょっとこれ厳しいですね。これ耐えれるかどうかな。ですね。これ耐えられなかったらもう罪ですね、ちょっと。して、で、足りるか、どうでしょう。130無双封印でギリギリいきましたね。ギリギリ、あー、よかったよかった、ちょっと倒しきりました。とりあえず、あの、純子、純子の特性は、まあ、これ、あー、まあ、これですね。純子の特性は、あの、一回カードを使うと、左にあるマナの色を無色にしてくるっていう、一つずつ無色にしてくるっていう、あの、とんでもない特性があるので、まあ、ここまで来れば、あの、もう一回、あの、ポータルがあっても変えるので、あとは強化してで、あの、お金は結構貯まってるんで、何をっていうかですね。ポータルガンがあると逆に、あの、こう、何回でもあれですね、カード変えるので、こんな感じで、あの、
通の、ショップであれば1回カードを買うとそこのやつはあのソールドアウトってなっちゃうんですけど、あのポータル感あると無限に買えます。ただその代わりはもう入れないよお前っていう感じですね。でここってボスラスボスの聖者です。さっき言った通りあのスレスパにおける心臓なんですけれども、このキャラクター非常に強いです。特性としまして、あのカードを1枚使うことにダメージを1与えてくるっていう結構面倒な特性があるのと、あとはまあ単純にあの攻撃の火力がめちゃくちゃ高いです。なので、それをなんとかしてで何とかして回復していきたいのと、あとはあれですね、1ターンに300までしかダメージを与えられず、300以上のダメージを与えると、強制的にダメージがカットされてゼロになっちゃうっていう仕様があります。それがまた厄介でして、とにかくあの300以下までできる限り早く減らして倒していきたいっていうのはまああれですね、基本になるんですけど、あ全体攻撃あるんでよかったですね。この、聖者しかもあのパターンがいくつかありまして、この、パターンが悪いとちょっと攻撃はボンボン飛んできてまずいんですけど、今回は、敵を2ターン目から消化してくるパターンなんで攻撃に関してはそんなに強くないが、全体攻撃がないときついというそんな感じの、状況なんですが、今回は全体攻撃のカード、いい感じで敵を消化してくるタイミングで、刺さってるんでありがたいですね。でここで今369なんで、あと、このターンだと倒しきれないんですよね。で、このリバースオフェンスっていうのを使われると防御力が上がってしまうので、なかなか厄介なんですが、まあ、とりあえずここは、まずこの男の妖精を含めてなんとか、まあ、ここで300以下まで減らしたんで、次のターンで倒しきれるとは思うんですけど、ですね、これでもうあの83まで減ってるので、で、OK ですね、これ、全体攻撃カードもゼロ、ダメージゼロになっちゃってるんで、で、これは、これで相手の防御力を上げられるのと、バフ消されて、で、このカードに今増やされるんですけど、このターンに、倒しきれれば良いので、そして無双封印与えて、で、あとはもう、はい、で、お見事も OK ですね、勝ちましたね。とりあえずこれで、まあ、1ストリー目のレイムクリアです。ただ、あの、レイム、今回ちょっと手札事故ってたんですけど、キャラクターが強いので、まあ、こっから先なかなか追い取りが続いていく形になります。で、まず2人目のキャラクター、マリサです。マリサなんですけども、先ほどちょっとレイムのところで説明したバーストを使える赤マリサを使っていきます。これ、黒だとポーションを使った攻略になっていくんですけども、まあ、赤の方が若干安定するかなという感じではあります。で、まあ、ただ安定するとは言っても、あくまで投射費でして、ちょっと、カードの引きに左右される部分が非常に強いので、皆さんぜひお祈りの方よろしくお願いします。キーカードは引けないと本当に自利品になるんで、このマリサ。まあ、なかなかちょっとね、あの、マリサの安定性が低すぎて、普段の RT では、まあ、今回ね、イベントなんでキャラクターの順番に、やってるんですけれども、普段のね、あの、記録狙いの場合は、まあ、マリサが一番最初になってます。なんでか安定しないからです。本当に安定しないですよ、このキャラ。なんでまあ、ただまあマリサはマリサでキャラクターとしては結構カードプールは強いので、そこはね割となんだろうな、あの多少事故ってもさっきのレイムみたいになんとかなる可能性は結構あるんですが、まあカードプールが広いのって結構あの良い悪い両方の面がありまして、まあカードプールが広いせいで本来欲しいカードが引けないというのたまにあります。そういうことなんだけどですね、でこの毛玉くんは最初の攻撃をするとあのバリアが自動的に張られてしまうので、まあターンが切り替わるとこのね、あの青いバリア、青いバリアとあの白のブロックっていう2つの防御がこのゲームありまして、であのブロックであればあれですね、一旦ターンが終わったら消えるんです。あ、いいですね、遊び聞きましたね。消えるんですが、青の、バリアであれば、ターンが終わっても残るので、そこら辺はね、あの意識していく必要があります。で、これですね。今のアステロドベルトっていうカードは、あの攻撃をしたときに、あの、その前に使ったカードが赤色のカード、赤のマナのカードであれば、それ今ちょっと、飛ばしましたけど、まあ、3回、ランダムで攻撃を与え、3回連続で攻撃を与えて、かつ、あれですね、前に使ったカードが赤いカードであれば、まあ、あのバーストが2、ないしは、アップデートした後は3入るんで、それが非常に強い。で、あのこのバーストは全部で8までたまらないと、このバーストの状態で火力が上がる状態にならないので、それをね、あのうまく考えながら、どうやってどのタイミングでバーストに入るか、しかもバースト入った後は、ターンが終わってしまうと、バースト終わってしまって、また1から数え直しになるんですね。なので、あのてか、その、また数え直しになってしまうので、まあ、そこら辺も考えた上でプレイしていく必要があります。で、今の、まあ、初期カードなんですけれども、今のは、あのチャージをね、あの2消費することによって、このオーバードライブってやつですね、この消費することによって、まあ、あの追加効果を得られるんですけど、アップグレードに今アップグレードしたんで、オーバードライブで関係なく、あのあれですね、バーニングレード減らすことなく、ね、あのあれか、チャージを減らすことなく追加効果を、ね、得られることになりました。で、この今の、バーニングレザーなんですけど、今のはね、あの弱体、さっきちょっと説明しました弱体、あの相手の攻撃 50% 下げること、相手の防御を 50% 下げることができるんで、まあ、それを使うことによって、まあ、できる限り、一番最初にそのカードを使って、後の攻撃のダメージを増やしていくっていうのが、まあ、鉄板になりますね。で、このアヤは、ターンが始まった時に、あのグレイズが1入るんですけど、まあ、こうやって連続攻撃できるカードであれば問題ないです。
あ、倒しましたね。で、この次のところで、まあ、アイテムを選んでいくんですけど、これ一番上のやつを選ばないと、ちょっとこの後の3面に入ってからのわらしべイベントが、始まらずに、残念な、2面3面でのわらしべイベントが始まらずに、ラスボスの聖者に会えずに、このカテゴリーとしてはレギュレーション違反になってしまいますので、まあ、それを避けるためにも、まあ、こうやってうまいこと。一番最初のところはちょっと選択権ないですね。で、今レミリアのカードありましたね。レミリアのカード非常に強いです。というのも、臨時火力5、まあ、1回の攻撃で与えるダメージが5ターンの間だけ増える。上にグレーズが3入ります。で、グレーズ、先ほど申し上げました通り、1つ消費してダメージを1つカゼロにすることができるので、まあ、それが非常に強い。アップグレードするとしかもグレーズが5で増えるんですね。ただ、その代わり1回使ったらその戦闘中は使うことができなくなってしまうんですけども、まあ、基本的にまあレミリアは非常に強いカードですね。今、元気玉っていうカード引きました。まあ、元気玉スイカのカードなんですけど、あ、そうですこれですね。ただ、今どうしようかって感じですね。ちょっとこれは、とりあえず一番下のちょっとスターサファイアっていう敵は結構厄介で、まあ、このね、3人の、光の3妖精に関しては、まあ、ルナチャイルドと、スターサファイア厄介で、あれですね、この元気玉先ほどちょっと説明しかけたんですけど、元気玉は、30ダメージ、1人のキャラクターに非常に高いダメージを与えて、かつ、他の敵にも15ダメージ与えるということで、事実上全体攻撃になります。ただ、まあ、その代わりですね、使った後に火力が2減ってしまうので、使いどころは結構ね、考えなければいけないんですけども、まあ、雑魚戦であればね、使った後に、まあ、使ったら大体もう敵がもう半壊状態になっていることが多いので、まあ、あんまり考えないで使っちゃってもなんとかなることが多いです。ただ、ボス戦って考えなしに最初の方で使ってしまうと、そこから先、使った時、そこから先の、ダメージが永続で2減少してしまうんで、結構困るんですね。で、この、昨夜の特徴ではですね、相手がね、下にちょっと数字が出てると思うんですけど、この、数字が0になったタイミングで10ダメージ、強制的に与えてくる、タイムパルスみたいなものがあります。で、ここですね。あとは単純に敵の攻撃が結構苛烈になってくるので厄介なんですが、このゲームの一面のボスで一番弱いのはマリサなんですけど、マリサを使ってるとマリサと戦うことができません。なので、今回サクヤと戦っています。他にもね、サクヤと戦うキャラクターもう一体いるんですけれども、もう二人ですね、もう二人いるんですけれども、もう一人いるんですけれども、それについてはまたおいおいその時に理由を説明します。で、これ、かけろうで弱体を与えまして、攻撃をして、OK ですね。これで、無事一面クリアです。一面クリアした時に何が手に入るんですけど、どうでしょう。弱いですね。そうですね、ちょっと、いいカードがなった。ファイスパですね。ファイナルスパークは、コストが非常に重いんですが、全体32ダメージかつ、精密で、相手のグレーズを関係なく、ダメージを与えることができる上に、アップグレードをすることによって、バーストをした時に、捨て札にあった場合、墓地にあった場合、強制的に返ってくると遊戯王みたいな効果を持ってるんで、これですね、元気玉でダメージを与えまして、でもこのように、まだ5使っちゃうんで、ちょっとね、序盤だと使いづらいんですけど、このバーストにバンバン入れるようになる終盤になってくると、もう雑魚をこれ散らしていくのが基本になってきますね。まあ、他にも結構引きたいカードいろいろあるんで、まあ、そこら辺が引けるといいですね。今回はまあ、カードの引き自体はそんなに悪くはないので、あとはどうなるかですね。この敵ちょっと厄介ですね。結構ね、通常プレイ、RD 問わず結構ね、厄介だなって思われてるキャラです。なんでかというと、この、あれですね、バトルが終了したときに強制的に10ダメージ与えてきた上に結構普通にその後12とか16とかダメージ与えてくるんで大体防御が間に合わないことが多いですね。この今のレッドドワーフ、これは全体攻撃のやつで、チャージが3溜まっていると追加で2回目の攻撃を与えることができます。強いです。で、今ね、輪之助が、これはちょっとね、戦闘してレアアイテム手に入れるか、まあ、無言の圧力っていう、まあ、マイナスのカードを無理やり強制的に装着させられるかの二択なんですけど、マイナスアイテムを装着した方がマシです。敵強いんでね。で、ここはちょっとドローンとかそこら辺で厄介な敵引いてしまう可能性があるんで、あんまり相手しかないんですよね。で、この元気玉とどめで使う分には非常に強いので、こんな感じで速くなりますね。で、一人遊び。一人遊びは、カードが、攻撃以外のカードがなくなる代わりに、臨時火力を得られるので結構強いです。で、これ、中ボスの、エリートの中ボスの、心ですね。心なんですが、そうですね、こうやって、一人遊びを使う前に、他の防御カードとかスキルカードをね、消費しておくことによって、まあ、ノーリスクで使うことができます。で、これちょっと、カゲロウを使って、いや、コストが微妙に足んないですね。難しいですね。これはちょっとファイザースパック諦めて、マスタースパックの方で。この、先ほどレイムと同じで、左上にあるスペルカードが100になっていれば、攻撃のね、
カードとマナを使わずに攻撃することができるので、そこら辺は非常に使いどころを考えながら、まあ、敵を倒すとね、この、P がある程度そう、あれですね、再充填されていって、ボスを倒すと、まあ、この P が100溜まるので、まあ、そこら辺も考えながらやっていきます。で、かつ、ステージをクリアすると体力がどんだけ減っていても、全回復した状態で次の、ね、ステージ進めるので、まあ、そこら辺も、まあ、ボス戦ではある、ボス戦も含めて、まあ、体力がある程度減っていてもまあ突破すればいいんだろうという感じでやっていく形になります。RT ではどうしてもね、やっぱそういう感じのアプローチをせざるを得ない部分があるんで。で、これちょっとなかなかちょっと難しいところですね。倒しきれない場合はちょっと防御が足んなくなる可能性があるので。とりあえずね、これは受けますかね。13ブロックあるんで、まあ大体9ダメぐらい、そうで9、8なんでちょっと食らっちゃいましたけど、まあまあまあ、なんとかなるという判断で。で、このターンであれば多分倒しきれると思うので、バースですね。バース入ったんで、こういう火力が3倍になるんで、非常に、パルフェット火力がね、非常に上昇するんで、とても強いです。で、ここでとりあえず中ボス倒しまして、で、アイテムが、自転車ですね。自転車は、スキルカードの、確かそうですね、スキルカードの、手札に入った時に、全部アップグレードした状態。攻撃すいません。攻撃カードが手札に入った瞬間にもあれですね。全部アップグレードした状態で入るので、まあ、アップグレードする必要がないということで非常に強いです。で、あと他にですね、今ちょっと小傘が出てきたんですけど、小傘は、アップグレード、2枚アップグレードをして、ちょっとマイナスのカードを入手するか、あるいは、無視して何にもなかったとして先に進むかの2択なんですけど、今のところはちょっとね、アップグレード2枚も、する必要なるカードがないというか、マイナスのカードを手に出てまでっていう、今ね、ちょっと手札に、さっき、ちょっと、キッチョをやちえに押し付けられた、まあ、マイナスのカードありますね。これはちょっと、ターン終了した時に、P10 失うだけなんで、まだマシな方なんですけど、ハードによって結構厄介で、小傘の場合は弱体与えられてしまうので結構困るんですね。デバフを食らってしまうので、押し付けられたカードで。なんでちょっとできる限りそれは避けたいということで、ね。で、これは、まず、カゲロウを使って、相手の防御を全体下げて、攻撃をして、終わりですね。で、アステロベルト来ましたね。アステロベルトがあればあるほど、なんというかな、バーストに入りやすくなるので、非常に強いですね。これ、ね、この高値の店に入って、高値の店で、カード除去を選ぶことによって、このマイナスのカードを除去することができるんで、お金を払ってね、50、内車75使って、カード除去することができるので、まあ、これもうまいこと使って攻略していきます。で、アセロベルトで、まあ、バーストを重ねつつ、そうですね、そう、ファイナルスパケも重いので、この後ね、またボス倒すともう一個まだ増えるので、それをね、できるといいんですけど、なかなかちょっと、まあ、今回は、赤マリサなので、ちょっと、黒色のマナは本当にあまり必要としないので、まあ、それもありまして、まあ、いいですね、先ほど、純子のイベントで、大丈夫かね。はい、ですね。で、これでとりあえず、周りの、このドローンがちょっと結構攻撃が強いのと、まあ、状態値を与えられないっていう、一回の最初の状態値を無効化するっていう特性があるので、まあ、それをうまいこと、あれですね、処理してから倒していきます。ただ結構ダメージ食らいがちなんで、ここのボスでやられてしまうと、また、1から NC になるんで、なので回復しまして、で、ユーコですね、いいですね。ユーコばっかり来てくるのはありがたいです。ユーコは特にマリサにとっては非常にやりやすい相手でして、なんでかというと、先ほどの、この1ターン目のこのね、上のなんか、妖怪、なんか幽霊みたいななんかマークついてますけど、これは大体敵を召喚していきます。ただ敵召喚されても、マリサの場合は全体攻撃が多いので、そんなに苦労しないと言いたかったんですけど、こういう時に限って全体攻撃のカードは来ない。今ね、手札で全体攻撃、今回、マリサの、今回のカードプールでは全体攻撃のカードが3つあるんですけど、よりにもってこのタイミングで来ないと。あ、来ましたね。ここで2つ来ると。まあ、大体そういうこと多いですよね。で、これで下車しまして、で、ファイナルスパーカー、このように、非常にバーストした後火力がとても高くなるんで、で、これダメージは食らいますけれども、相手の体力が100以下になってるんで、まあ、次のターンで倒しきれれば問題はないんですが、ですね、これちょっと防御して、そうですね、一旦ちょっと倒しきれはしないんで、ある程度ガードを固めつつ、まあ、14×2 は28ダメージなんで、まあ、そんなに食らわないです。防御22、防御集めたんで、これダメって終わりですね。2面クリアです。で、まあ、ここでちょっと、ゼナーカード来ましたね。どうしましょう。ゼナーカードは非常に強いカードですね、ちょっと。ちょっとね、カードが弱いですね。ボスを倒した後はレアカード3枚のうち1枚抽選なんですけど、レアカードの中でも強い弱いだいぶありまして、ちょっと今のあんま強くなかったんですが、まあ、勇気のカードはね、潰しは効くというか、あまり腐ることはないので、とりあえず他のサテルはマシということで引きました。で、ゼナーカードは左上のあれですね、スペルカード。ね、100使って、使う強い攻撃を使って、
時にカードを追加で引くことはドローすることができるので、まあ特にボス戦とかでは猛威を振りますね。だけどザコ戦であのあんまりスペルカードを使うような状況好ましくないのであんまりそれはしたくないですけど、でこれデミディアの、カードでグレーズをつけてあの防御しましたね。でこの後マギス方向で、全体の防御だ、全体の体力を減らした後にこの OK ですね、全体の防御を減らした後にこの元気玉をぶん投げて全てを破壊する、これが非常に強いです。で、この次のところは全員グレーズを持っているので、できればグレーズを無視できる攻撃があるといいんですけど、ありましたね、飛んであったので使います。でその前に、ね、レビラを使うことによってあの火力を5上昇させています。であのグレーズがあるのでまあ食らわないですね。で、この後はグレーズがまだ残っているのでこんな感じで、この天狗の天狗はさっき言った通り、一番最初に使った カードを一回使った時にダメージを与えてくるって特性があるんですけど、まあ、今回はあのグレーズがあったんでそれを無効化できます。で、これさっきと同じように、これね、最初のターンに使うマナが一つ減ってしまうので、このアイテム、いたしかよしなんですけど、まあ、アイテムをね、てか、あれがいらないカード一つ消せるのは非常に強いので、まあ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 、トントンちゃトントンちゃ、こうしましょう。そうですね。今のはあの、一応この店であのアイテムを、ファイスパッドはちょっと効果しづらいので、あれですね、火力全開、火力全開はバーストに入った時にあの火力の上昇、バーストに入った時の火力の上昇を上げることができます。でかつ、使うとあのアップデート前だとバースト4上昇で、あのバースト8たまればね、あのバースト入れるんで、まああと4でバースト入れる状況になって、アップグレードをするとあのもう問答無用でバーストの今のバーストの状況がどんだけであろうと、いきなりバーストに入って、であのバースト入るとマナが3、追加されるので、そこら辺も使ってね、あの火力3倍の状態で攻撃することができるので非常に強いです。で、今あのそうですね、スピードバトル、これは結構あの強いカードでして、あのこれを能力カードなんで、1回の戦闘で1回しか使えないんですけど、これを使った後にバーストに入るとカードが、3枚増えます。3枚ドローできるので、あのバーストをしたんだけど攻撃するカードがないよっていう状況をだいぶね、あのリスクヘッジすることができるので非常に強いです。ただアップグレードしないとちょっとね、赤マナ2つ使ってしまうんですが、アップグレードした後あのゼロコストで使えるので非常に強くなります。そうですね、あのこれバーストのダメージ3倍になって、かつあの使った瞬間にバーストに入れるってめちゃくちゃ強いカードなんで、であのこういう雑魚が来た時にはそうですね、あのファイナルスパークとか組み合わせて一発で散らしていければ一番強いんですが、まあ、これはそうですね、これ使って、そうですね、あのファイナルスパーク使うまでもないと、遊戯の方があの、3回連続攻撃ができるのでアップグレードしたら、かつあのファイナルスパークよりもコスト重くないと。で、これも、天神引き消しましたね。で、ここはまた、お祈りになります。ウサギが出てきたらやばいです。マリサの場合は、連続攻撃できるカード、今回まだあるにはある方なんですけど、頼むよ。セーフでした。はい、よかったです、よかったですね。許されましたね。あの、この子たちも普通に強いんですけど、もうさっきのウサギに比べれば、まあ、200万倍ぐらいマシなんで、全然大丈夫です。で、これ倒しましたね。で、これで、まあ、相手はこう、グレーズ与えてくるだけなんで、グレーズ無視できるカードがあれば何の問題もないんですが、ちょっと情けですね。まあ、とりあえず、ここはちょっととりあえず防御して、さっきの、話の通り、最初に攻撃のカードを使ってしまうとこうダメージ食らっちゃうんですけど、まあまあまあ、で、防御して、あとね、相手もグレーズをつけてきてるので、ちょっと今グレーズを壊せるカードがなかったんで、ちょっとね、難しいですね。これは、今もう相手のグレーズ切れましたんで、まあ、ここでバーストに入りまして、バーストに入った後にあの攻撃をして撃破です。バースト入ればね、2倍の火力で殴れる上に、ね。まあ、ちょっと今回は割とカードが良くなってきたんで、あれですね、変なカード引いて、あの余計な手札事故を増やすよりは、もうスキップしてっていう感じでやっていきます。で、今のところはすごく順調にはなってきてるんですけど、このクランピースは、1ターン目が終わった後にあの敵をね、敵を召喚してくるので、この3体、そこそこ強い敵を召喚してくるんで、まあ、これを、いかにさばいていくかになります。まあ、マリサの場合は全体攻撃あるのと、まあ、あのクランピースをそもそも、倒してしまえば、周りの妖精も全部、消えるので、まあ、これは、周りの要請も含めてちょっと処理をしたい。でゼナーカードを使って、そうですね、ゼナーカードを使ってカードをドローすることによって、まあ、あのこのチャージをでこのイグニッションっていうカードは、あの火力を2上げる、であのチャージを 4L っていうカードなん、チャージを 2L っていうカードなんですけど、あのバーストの効果が乗る、つまりバーストをしてるときは効果が2倍になるので、あのバーストを使ってるときは火力4になります。火力4上昇、ただあの能力なんでね、能力カードなので、あれですね、1回の戦闘で1回しか使えないんですけど、あの別にあの同盟のカードを1回の戦闘で1回使えないとかそういう縛りはありませんので、あのイグニッションを3枚積めば3枚使えます。なんであのこれイグニッションを使って火力をどんどん上げていくのが、まあ非常に強いですね、マリスの場合はね。でレビリアですね、あのレビリアはね、カードの、ね、今言ったカードのレビリアは非常に強いですけど、あの本人は弱いです。あのこの3面の中では非常に一番戦いやすいキャラですね。なんであの
この後もできる限りレビディアが来てくれると嬉しいです。一応ね、純子は、バフで強化されたんですけど、レビディアの場合はちょっと特殊な事情がありまして、下のね、月のところに、赤い月のところに数字が出てると思うんですけど、このカードの、この数字の数分だけしかカードを使えずに、この数字がゼロになってしまうと、こちらがもうそれ以上、そのターン、カードを使うことができないですね。なんで、マリサにとっては若干相性が悪い面もありまして、バーストに入って、どんどん攻撃をしていきたいんですけど、ちょっと下の数字がゼロになっちゃうと、もうそれができない。っていうことがあるのと、あと、グレーズがちょっとね、今回、結構グレーズが今ね、付与されちゃってるんで、なかなかダメージをね、消されて厄介ではあるんですけど、で、138始めましたね、マスターソウル経過です。で、この戦闘が終わればね、ボス戦が終わったら一気に100、これチャージされますんで、まあ、あれですね、エイジャー。まあ、エイジャー、まあ、でも、一番欲しかったやつはちょっと入ってないんですけど、そうですね、もう火力全開2つはいらないという判断で、で、これで最後の買い物ですね。で、アステロドベルト。アステロドベルト今回だいぶ多いんで、まあ、いらないカード消して、ちょっと手札の事故を減らすか、どうしましょう。あ、そうですね。マイナスのカードを消しまして、で、とりあえずこれで先に行きます。で、アップグレードで、イグニッションかな、イグニッションアップグレードして、イグニッションアップグレードするとチャージが増える量が2から4に増えるので、まあ、非常にさらに、チャージで入りやすくなって使いやすくなります。とにかくこのマリサの場合いかにバーストに入るかが主題なん で今のチャージっていうやつもマナ一つで防御力を得つつ、バースあれチャージを2増やせるので非常に強いです。で、まあここはちょっとね、ちょっと悪いパターン来ましたね。さっき のいきなり2ターン目で敵召喚してくるパターンじゃないので、この場合はちょっといきなり11×8 とかいう中で、ね、ふざけたダメージ量が来てしまうので、でかつこれ速攻で倒そうにも残念なことに30までしか、300までしかいったんでダメージ与えられないので、バーストに入って一気に攻撃をして倒すっていうことができなくなります。これちょっと厳しいですね。ちょっとやり直しも視野ですね。そうですね、ちょっと防御カードがなさすぎたので、グレイズはできないんですよね。これ、グレイズでできればかわせればよかったんですけど、ちょっとあれですね、そう、なんか光り輝いてると思うんですけど、上のやつが。光り輝いてる場合、何が問題かと言いますと、とりあえずダメージを与えるだけ与えて300圏内にできるように持っていきたいんですけど、光り輝いているあれですね、マークがついている場合はグレーズができません。なのでレミディアで攻撃をいなすことができないんですね。で、あとカードを1回使うごとにあれなんですよね、ダメージを受けてしまうっていう特性がここで牙を剥いてきまして、でこれでちょっとまだ倒しきれないんですよ。倒しきれなくて、この次のターンでとりあえずこのターン攻撃はないので、ここで何が起きるかですね。この100削り切れるようなカードだったらよかったんだけど、ちょっとやり直します。これ足んないですね。足んないですね。ギリギリ足んなかったですね。いやー難しいな。そうですね。まあとりあえずこのセイガの場合、マリサの場合は結構戦いやすくって、まあ相手がね、敵を召喚してくるパターンであれば簡単に勝てるんですけど、このようにマリサを集中攻撃してくるパターンだとすごいやりづらいです。なんで。まあ防御のねカードを積んで戦っていくのが、まあ通常プレイでは基本になっていくんですけども、RT だと防御を積むよりもさっさと殴り倒した方が早いので、でそんな感じになりますね。でこの場合ちょっとさっきのターンまでに勝負を決めないといけないのでですね、ちょっとできる限りここでダメージを与えないといけないですが、死んでしまってはもともともないので、そこをどう考えるかになりますね。とりあえずもうゼロですね。なんでこのさっきのターンでもうこれで11バン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 食らっちゃうので、でこのターンをまず生きながらえないといけない、かつできる限りダメージを与えたいんですが、どう考えるかですね。まあマナの数がやっぱねどうしても3なので、マスパーで117、329、あ、そうですね、マスタースパークを使うことによって、今のうまいですね、マスタースパークを使うことによってゼナーカードをゼナーカードの効果でドローをしてまたチャージを増やしてですね、こうやってうまいことダメージを与えていき、196であれば多分次のターンに倒し、危ない、1でギリギリ耐えてますね。これでそのシリコ玉というカードを使うことによってライフを回復できるので、ちょっとこれはショップで買ってたツールのカードなんですけど、これを使うことによっていいですね、撃破です。これを使うことによって、自力の状態から脱しで、カードを使ってももう、ダメージ食らってももう関係ねえやっていう状況を作り出したところで攻撃をしてきました。見事です。で、この次の昨夜です。恐ろしいことにマリサよりも、自己要素は多いです。ただまあ、このキャラクターの場合、よくも悪くもカードプールは少ないので、とにかく重要なカードを引ける率はそこそこ高いはずです。で、
まあ、このキャラクターの特性としましては、この投げナイフですね。今、手札にありました投げナイフなんですけれども、これが、まあ、通常、普通に使っても、コスト2で16ダメージと非常に強いカードなんですけど、ターンが終わった時に、まあ、マナが足んなくて使えなかったよって時でも、ターンが終わった時に、まあ、アップグレード前だと6ダメージ、アップグレードした後は10ダメージ与えることができるので、まあ、それを使って、一気に攻撃をしていくのが、まあ、このゲームの、このキャラクターの基本です。逆に、防御のカードが本当に弱いので、まあ、悪くないカードではありますが、ちょっと重いですね。通常プレイだと非常に強いですけど、ちょっとある程度は使いづらいかな、この、天狗のカード。で、ただし、防御のカードはあまり強くないので、まあ、やられる前にやると。ただ、やられる前に、倒せるカードは概ね揃っておりますので、まあ、重要なカードは引ければ、強いです、引ければ。なので、皆さんぜひお祈りをよろしくお願いいたします。まあ、とにかく、まあ、本家のスレーザースパイアにもね、こういうキャラクターはいたんですけど、あ、これはちょっと微妙ですね。まあ一応一番左のカード使えなくはないですけど、ちょっと重いので、あんまりですね。で、ここはマリサですね。マリサはさっき言った通り、ちょっと一番弱いので、ここ選んでいくの。ちょっと面のいいの来ましたね。強畜刀人形が、時間をかけてしまうと、毒を与えてきて、で、毒がついてると、ターンの終了時に強制的にバリ上がってもダメージ与えてきちゃうので、それを極力避けていきたい。あ、そうですね。お金を払って後ろのウサギでは逃げてもらいました。で、まあ、そうですね、ダマクテージは。まあ、ちょっとあんまり、めちゃくちゃ強いカードじゃないですけど、このね、ソーダの顔はお邪魔ですね。ポイント、あれか、左上のね、数字を減らして避けるか、ダメージを受けて、治療費として、お金をもらうかなんですけど、ダメージを受けてしまうと、ちょっと、事故りやすいので、ちょっと、安定を取りましたね。で、これで、アヤに関しては、今のは、1ターン目は攻撃をしてこないので、攻撃をしてこない間に、あ、これ、そうですね、これ、ブレーズを、減らしてから攻撃をして、OK ですね。手札に、リコしましたね。ルビリシュリコシェ、こちら非常に強いカードで、まあ、全体に、相手全体に2回8ダメージを与えた上で、手札に投げナイフを加えることができる。手札っていうか、あ、そう、投げナイフを、加えることができる。まあ、そういうカードになります。で、投げナイフは、やばくな手札ないしにいっぱい加えていって、ひたすら攻撃をしていくのが、まあ、このサクヤというキャラクターの基本になってきますんで、まあ、それをうまいこと使いながら攻略をしていきます。で、これもちょっとね、相手の頭の上に結構ダメージある、あれですね、数字が出てて、まあ、ちょっと防御しきれないんで、まあ、防御をしきれなくっても、とりあえず、ボスさえ倒してしまえば体力全開で次の、ね、エリアから始まるので、ちょっとあんまり微妙なカードが多いですが、でこれ今のねモコと影の喧嘩をモコに加勢すると、相手に一番最初に攻撃をした相手に対して弱体、相手のダメージ、そのターン中ダメージを、ね、50% 追加すること増加させることができるっていうカードはアイテムが入手できるんで、まあ、それを、基本的に入れていきます。で、ここで、調達ナイフで、投げナイフは基本的に相手の HP が一番低い相手に飛んでいくという特性を持っていますんで、今のはちょっとね、倒す相手に計算して、そうですね、2個して使って投げナイフを手札に加えまして、山札に加えまして、そうですね。で、あとはルナチャイルだけです。ルナチャイルはちょっと、特技使われると、バリアと、グレイズ両方つけられて厄介なんですけど、まあ、ここであればそんなに問題はなく、いや、それやってくる前に倒せれば問題ないです。OK ですね。で、これで、まあ、今更なんですけど、このユニークのボスを倒すと、レリック上のね、アイテム一つ入手できるんで、まあ、通常プレイでは倒していくのが基本なんですけど、まあ、RT だと別に、それ取らなくてもクリアできるのと、やっぱボスなので、結構、通常的に対して倒すのに時間がかかるということで、あまり戦わないことも多いんですが、まあ、状況に応じて、1名だと戦っていた方が安定することもありますね。で、まあ、これでまずマリサですね。マリサなんですけど、まあ、さっき、レイムのところでも、基本の説明してる間で倒してしまったんですが、まあ、このキャラクターも、火力が、今ね、まだ出てないですね。これ、その前倒しちゃうかな。右にね、このボス戦とか、エリートやボスの場合は、まあ、右に砂時計が出てくることがあるんですね。その砂時計が、ゼロになると強力な攻撃をしてくるっていうのは、まあ、そうです。この砂時計2ですね。これあと2ターンでちょっと強力な攻撃をしてきますよっていうアイスをこのゲームを与えてくれます。なので、まあ、これを考えながら、このターンまで倒すか、あるいはそのターンに防御のカードをいっぱい引けるか、あるいはなんか手札でね、防御のカードを集められるような状況にするかを考えなければいけないんですが、待って。リコシェを使って、投げナイフを加えまして、で、これ投げナイフで、どんどんダメージ与えて、で、ここはチャージをして、相手がチャージしてきて、次40ダメージ与えてくるんで、40ダメージ与えられる前に倒せれば問題ありません。OK ですね。よし、とりあえずここでまず1面クリアです。で、リリックが、OK ですね。青い、カードを入手、青い、マナを入手しましたね。これは、そうですね。今の、一番左のカードは、まあ、ドローあれか、カードをドローした上に、マナを2つ増やせるという、なかなかとても強いカードなんで、まあ、これは昨夜の、昨夜しか使えないカードの中でも特に強いカードのうちの一つですね。まあ、とにかく昨夜の場合はカードをどんどん回していって、まあ、さっさと敵を倒さないと、こちらがダメージを受けてしまうという、まあ、形になっているので、まあ、なかなか難しいですね。で、
ですね、青とちょっとできれば、まあ、黄色のカードがこの、昨夜の場合はこっちの、ナイフを主軸とした、まあ、デッキの場合はできれば黄色のマナが増えた方がありがたいので、この後パチュリーっていうキャラクターが出てくる可能性がありまして、まあ、さっきちょっと言ったと思うんですけど、パチュリーは、特定の、色のマナーを選んだ色のマナーを、虹色というどちらの、どの色にでもどの色に対しても使うことができるという、マナーに変える能力を持っているので、できればそれ引きたいなって感じですね。あとは、今使いました、カードが、まあ、時止めというかあれですね、エクストラターンにね、もう一回攻撃が終わった後に相手のターンが入る前にもう一回自分のターンを行うことができるというカードになりますので、まあ、それは結構さっきあの、ナイフと並んで、まあ、主軸となるカードなんで、まあ、それが一枚引けてるのはいいですね。あとは、このその中でもね、あ、出ましたね、言ってた、来ましたね、よかったよかった。これで、ね、そして青を、変えたことで実質黄色の青両方使えるカード、マナが手に入りました。えらい、いやーありがたいね。あのこうね、解説が言ってくれたことを即座に実行してくれるパチルさん本当にえらいな。そうですね、まずで時を止めるカードなんですけど、ちょっと今あまり強いカードは引きたくて、これですね、これはちょっともうちょっとできれば時止めの中でも強いカードを引きたい。あの時渡りっていう、カードと、あとはですね、次はお前だっていうカードが両方とも、まあ、レアリティが高いんで、ちょっとなかなか手に入らないんですけど、それが引けると、まあ、あの火力が爆発的に上昇して敵にターンを回す前に倒すことができると。で敵ターンを回すと、昨夜の場合はとにかく防御力が低いので危ない。じゃあ敵にターン回さずに勝てればええやんという感じですね。さて。あ、そうですね、昨夜特設ストッポッチは、これで敵を倒すと、あの、そう、これこの攻撃を使って敵を倒すと、エクストラターンに入るんで、ボス戦ではあまり役に立たないですけど、あの雑魚戦でうまいことこれを使って敵を倒すことができると非常に楽になります。で、このカードは今使ったカード、あの使うと投げナイフをね、こうやって手札にいっぱい加えることができるんで、投げナイフはそう、A は、そうですね、そうですね、使って、スタッフや特製ストップ地でもう一回エクストラターンに入って。で、この、まあ、あの、今のね、このカードは、まあ、そんなに強くはないんですけど、まあ、もう、ある以上は使います。仕方がないです。昨夜の場合、ちょっとカードプールが弱いので。で、もう一回通過ターンがありましたね。今、追加ターンは何回でも入ることができるので、こうやって、あの、追加ターンに入ってる最中に追加ターンに入れるカードを引いたら、また追加ターンに入ります。で、これで一遍に、あの、4体中3体を倒して、で、これですね。うまいこと、こう投げナイフを加えて、攻撃をして、攻撃をして。で、あの、これ、カードを使うごとにあのブロックが上がっていくっていう、まあ、あのあれですね、今のイースナマルのカードがあったんで、まあ、それをね、あのうまいこと使いながらやっていくのは、通常プレイだと防御の弱い作品にとっては結構有効なんですけれども、まあ、これはそんなに、ですね、あの、これだとちょっとそんなにそこまで、僕のこと考えてる余裕ないんで、あんま取らないですけど、これアップグレードしました。アップグレードしますと、さらに強くなる。ね、ニトリですね。ニトリ結構厄介なんですよね。一番最初のターンでまず、ドローンを召喚してくるんですが、まあ、ドローンを召喚する前は、この、あの、下にちょっとね、なんかアイコンがあると思うんですけど、それがちょっと2って書いてあって、これ2ターンの間、あの相手のダメージを減らしてくるっていう、まあ、あの特性になっています。なので、あのこの特性が2ターン経たないと絶対に消えないので、ダメージ与えづらいんですね。ただ、まあ、これ1ターン目で倒すことは、まあ、ほぼほぼ難しいので、でこれでとりあえず、まあ、ニトリを、これは多分倒しきれるかな、計算して。ちょっと足らなかったですね。足んなかったですね。これ、昨夜特設ストップウォッチで、ニトリを倒しきることさえできれば、あれですね、追加ターンに入って、ドローンをさらに攻撃をすることができたんですけど、ちょっとこれできなかったんで、まあ、しょうがないですね。で、まあ、とりあえずブロックはできてるんですが、いいですね、TNT っていうアイテムがありまして、これと、特定のターンになると、あの3ターンになると、ダメージをあの相手に無視できない感じの結構でかいダメージを与えてくれるんで、結構偉いです。これは、ランダムでカードを得られるっていう、効果なんですけど、効果のカードなんですけど、ちょっとランダム性が高すぎて普段は取らないんですが、まあ、今回ちょっと あるので使います割とは使えなくはないので、で、まあ、調達のナイフ使って手札にナイフ増やして、でこれでナイフでとどめ足んなかったですねそう、こういう風にちょっと計算をミスってしまうと、さっきの場合手痛い失敗返しを食らうので本当に難しいですよね。なのでちょっとこの次のボス戦でやられてしまうと怖いのですが、シルバーダッシュの火力を上げます。ああ、ちょっと一番強いやつ来ましたね。一番強い上に昨夜のツコブ相性の悪いひなない天使が来ました。ひなない天使の特徴としましては、ダメージを受けると、ダメージを受けた後にちょっとだけ体力回復した上で、多分 P っていうね、なんかアイコンがついてると思うんですけど、この P が増えます。で、この P を特定のターン、まあ、早めに貯めとかないとちょっともう済むので、できる限りこの P を増やしていくように早めに攻撃をしないといけないんですけど、なかなか、そう、この P が貯まると必殺の攻撃をしてくるんですが、そのターン数できる限り早く迎えたいんですよね。遅くなってしまうと危険なので、ただちょっと今回ちょっとまずいですね、これ。
なんとかなりゃいいんだけど。で、この昨夜の場合、あの先ほどのね、あの投げナイフが1回の攻撃に攻撃の手数が多い代わりに、あの1回与えて7ダメージとか6ダメージの7ダメージなんですよ。でそれが与えるたびに相手が3回復するので、実質4とかそれぐらいしかダメージ、3とか4とかしかダメージ入んないですよ。なので非常に難しい。凝固する時間弱くはないですね。一応これ、あの、このターンに残ったマナを次のターンに持ち越せるようになるので、弱くはないんですが、で今この状況、下のね、あの、1って書いてあると思うんですけど、これ、あの、さっきのウサギと同じで、ダメージを1しか与えられないです。つまりどういうことか、投げナイフを使うと相手の体力が2増えます。一回殴ってるのに体力が2増えます。困りますね。これがちょっと昨夜とあの天候の相性がめちゃくちゃ悪いところでして、これ厄介なんですよね。さっきまで優子様のイージーモードだったのが一気にあのこの3面のボスで本領発揮しましたね。まあイーズナバルも結構強いんですけど、まあ天使が一番厄介だと思います。単純にどのキャラクターでもこの特性がすごい嫌なので、まあなんとかなり、どうだろう、どうだろう、これは次のターンで倒せるかどうか。そうですね、次のターンでカードの引きですね。これもう防御できないんで殴るしかないです。弾幕手品投弾ナイフいけそうですかね。ましたね。危ない危ない危ない、いやー怖いですね。どうにかこうにか過労死撃しました。でこれボスが倒せるかどうかちょっと怪しいですね。そうですね、ちょっとうーん弱いなー。レアカードの引きがすごく大事なんですけど、このレアカードはあまりにも引きが渋い。この後さっきちょっとね、あのレアカードを交換したり売ってくれたりしたあの宇佐美すみれ子というキャラクターが出てくるので、まあその子がちょっといいカードを持ってきてくれないとこれはちょっときついかもしれない。で昨夜の困ったところが全体攻撃のカードが乏しいこと。まあ、今回はまあリコシェがあるんでまだマシではあるんですけど、ただリコシェ1枚だと弱いんですよね。これどうするかな。熱蔵報道、熱蔵報道はあのカード捨てる代わりにあれですね、マナを得られるんですけど、あそうですね、追加ターンに入りまして、で追加ターン入って、まあ、今回ただデッキは引きが悪すぎてデッキの圧縮自体はできてるので、割といいカードが引ける率はそこそこ高いんで、まあどうにかこうにかそれでカードを回していきたいですね。ちょっと典型的な事故った時のサッピアみたいな感じになってて、ちょっとなかなか辛い状況ですが、まあ、ブロックして OK ですかね。でまあ、あのこの一番真ん中のね、あのこの幽霊みたいな敵はまああの倒して、あいいですね。今のは絶対ターンの最初に入って、ちょっといきますか。いきますけどやり直す可能性はあります。これはあのドレミーワープという、通称ドレミーワープというイベントでして、これ RT の時に引けるとめちゃくちゃでかいんですよ。というのもあの間のイベントを全部すっ飛ばしていきなり3面のボスになります。いきなり3面のボスになる上に、あの間のね、あのスミネコとゆかりに合わないと、あの本来あのラスボスの熱戦者に会うために必要なコリガードのアイテムを得られないですけど、いやあの最初から私には犯人は分かってましたと言ってドレミースイートさんおっしゃってですね、アイテム、そのね、あの必要なアイテムをくれます。くれた上であの3面のボスにすっ飛ばしてくれるんで、あの通常の記録でないの RT でいかにドレミーをたくさん引けるかが鍵なんですね。ただ今回はドレミー来てくれたのは非常にありがたいんですが、残念なことにカードが足りません。聖者に勝てるかどうかちょっととてつもなく怪しい状況なんですが、まあやるしかないですね。もうここまで来たら行くしかないです。でストップはさっき言いました通り、あのボス戦では追加ターンを倒した時に追加ターンを得られても何の意味もないので基本的に役立たずです。なので、まあ、ただ24ダメージを与える、ちょっとその重いカードになっちゃうんですね。では純子はちょっとさっきのね、あのマリさんの時も説明しました通り非常に厄介です。あの色消されるんですね。まあさっきの場合はね、あの色マナの色が非常に必要なるカードはそんなに多くない上に、あるにはあるけど今回悲しいことに消えてないのであんまり影響自体はないんですが、純粋に敵の火力が強い。敵のね、あのこの攻撃がすごい多いので、まあグレーズがあればちょっと楽にはなるんですけど、ちょっとね、あの昨夜はグレーズ得られるカード基本的にないので、なかなか辛い状況ですね、ちょっと。で、これはここでまあ投げナイフを使ってダメージ与えていくんですが、まあなんとかなればいいけど、10個まではなんとかなるかな。でこれ投げないこと手札に加えて、でこの狂気っていうカード、狂気っていうあのカードが特定数揃っちゃうと20ダメージ受けてしまうので結構厄介なんで、それを極力減らしていく感じ、あの減らしていくためにあのマナを使ってあれですね、除去カードのところで処理しますね。うわあ厳しいですね。うわちょっとこれあれですね、あの相手がこのようにあの余計なカードをあれですね、山札とかに加えてくることがあって、それを引いてしまうと当然あの本来引けるはずのカードが引けなくなる上に、今のはね、あの純化っていう状態以上、まああのあれですね、純化されると何が起きるかというと、あのマナの色が消えます。
なので、とてもとても厄介ですね。これはちょっと走り直します。ああ、もう、すいません。昨夜1からです。これちょっと、デッキがもう、じっこりにじこっていたので、やり直しですね。欲しいカードがいくつかあったんですけど、まあ、引けたのがルミネスリコシェと、そうですね、本当にルミネスリコシェと、あれかな。銀紙ぐらいでしたからね。うん、他に引きたいカードいっぱいあるんですけど、ダモクレスの刃とかそこら辺の強いカードが何にも引けなかったんで、ちょっとまあただやり直しではなりましたが、 EST 的にはまだ全然間に合うはずなんで、とりあえずまあ皆さん、もしよければ応援とお祈りの方よろしくお願いいたします。ここね、とにかくまあ一番最初の方はまあそんなに難しくはないんですけど、とにかく昨夜の場合カードプールが狭く使えるカードも少ない。ですね。デジャブ自体は、デジャブっていうカードは、山札の上に1枚カードを戻して、それでもう一回、山札の、だから1枚手札を捨てて、で、その後、ドローできるっていうカードなんですが、ドローできるっていうか、ちょっとね、ちょっと言い回しがちょっと難しいんですけど、あれですね。まあ、いいや。投げナイフっていうカードは捨てることによってカード1枚引けるんですよ。なので、投げナイフをこれ捨ててあげることによって、まあ、あれですね。あと、そうか、ちょっと待って、デジャブちょっと交換します。まずちょっと、デジャブ。あったあったあった。手札のカード最大1枚まで選んで、山札の1枚より送って、カード1枚引くって、それで、山札の、手札の投げナイフを山札に戻して、投げナイフを引くことによって、追加でカード引けるんですね。それがすごい強いんですけども、シナジーがすごいあるんですけども、まあ、ちょっと今ね、投げナイフ云々の状況ではない上に、デジャブはちょっと、そういう状況がないとちょっと腐っちゃうカードになるので、なかなか、白出しはこれ火力上げられるので、純粋に強いです。火力が上がれば投げナイフの威力も上がるということで。で、ここまでエリートに突っ込みます。で、ここはまあさっきの、三要請なんで、でちょっと今回はスターサファイアが面倒なので、できればそいつを先に倒したいって感じです。あ、ルナですね。ルナをとりあえず倒せば、これ、この最初のターンで何をしてくるか、この採用性基本的にランダムなので、まあこの相手の攻撃をしてくる敵が1体だけの場合は、こうやってその攻撃を相手を倒すことによってブロックを張らずに攻撃で集中マナを集中させることができるということで非常に強いです。で、これ12ダメージなんで、まあ、2ダメージしか食らわないから問題ないかなって感じですね。で、これでさっきのカゲロウのイベントはちょっとアイテムをくれる代わりに、このカゲロウの毛皮っていうアイテムが、山札に入ってしまうんですけれども、まあ、これ2回使うとなくなるので、まあ、マナを2使ってなくしていきます。で、まあ、そうですね。今のいらないですね。ちょっとね、今回もちょっとカードの運が、まあ、リコシェは引けたけど、ちょっとあんまり良くない。まあ、ボスを倒した時に確定で、レアカードですね。周りのね、色が金色のカードを引けるので、その中で欲しいカードが引けるといいんですが、ちょっと、昨夜の場合、本当に事故るとどうしようもなくなっちゃうんで、さっき見ていただいた通り。強いカードは本当に強いので、昨夜は。本当に乗るしかないです。で、まあ、この妖精さんは、この今ね、なんか見慣れないカードがあると、見慣れないカードがあると思うんですけど、あれは、手札に最後まで残ってると、マナが、あれですね。手札までの、最後、ターンの終わりにナイフを2減らしてくるんですけども、代わりになんか紫色のマナを与えてくれるので、ありがたい面もあります。で、このターンで倒しきりたいですね。で、これ倒しきれないとちょっとね、やっぱ昨夜防御が弱いんでね、ちょっとないですね。ちょっと本当にいいカードがない。できれば、まあ、この状況だと昨夜は割とお金持ちなので、まあ、キャラクターによって一番最初に持っているお金の数が変わってくるので、まあ昨夜の場合はショップでなんとかしたいんですが、ショップに行くと今度はね、アップグレードするためにお金が必要で、でアップグレードは隙間のところに行けばただでね、シールマイルだといいですね。まあこれはそんな結構強い方です。投げナイフをね、3枚手札に加えた上で、まあ全ての今まで山形とかである全ての投げナイフをアップグレードできるんで、投げナイフアップグレードするとコストが2から1で減るんですね。でかつそれこうやって使い切れなかった場合もダメージが7から10に増えるので非常に強いです。まあシルバーエレガントがレアカードがあれですね、ボス以外で引ける可能性は非常に低いので、これはだいぶ運がいい。でできればここのマリサを倒した時のレアカードがいいのが引けるといいんですが、マリサ自体はまあそんなに強くはないのであんま事故らないんですけど、たまに事故るので、まあ、これあと2ターン攻撃してこないんで、そうですね、このターンはなんかあれですね、さっきのトム15とかと同じように、カードをね、こう、悠長にカードを捨て札に。で、捨て札から、あれですね、山札がゼロになると、こうやってドローされるんで、捨て札のカードが来るって感じなんですけど。レアカードはいいですね。
あ、いいですね。月明様だ。これは非常に強いカードです。というのも、この月明様だ、使うと追加ターンに入れるカードなんですが、直接この月明様を使った後に投げナイフが相手に当たった時対象にロックオンという状態異常を与えます。ロックオンは、キャラクターを受けるダメージが、そのロックオンの数値分増加するんですね。でターンが、開始した時に1ずつ減少していくんですが、そうですね、こうやってひたすら攻撃をしていくことになります。でかつ、この追加ターンは、ドローフェーズがなくなるので山札からカードは引けない代わりに投げナイフを5枚手札に加えることができます。なので今みたいに使った瞬間にもう投げナイフがたくさん入った上にマナプールは6個あるんで、ひたすらその、カードプール、ひたすらその投げナイフを使って終わりっていう、雑魚戦ではそういうことはよくできます。でかつアップグレードをするとちょっと投げナイフの枚数が5枚から8枚に増えます。つまりどういうことかというと、この投げナイフをねひたすら使って与えられるロックオンの数が8増えるんですね。でロックオンが増えれば増えるほど1回のカードを使用した時に与えられるカードも増えますので、まあこれを使ってボス戦でもこれを早めに使ってロックオンを与えて投げナイフを与えると、ひたすらそのロックオンの数分だけ毎回毎回ダメージが増えていくっていうとんでもない火力になるので、それをとにかく早めに引きたかった。これでだいぶ道筋は見えてきましたね。まあただ事故ってしまって、このあれですね、杉明様の早いタイミングで引けなくて自力になるみたいなこともあるんで、まあ引き続きお祈りはいるんですけど、なかなか難しいですが、皆さんぜひお祈りをお願いします。まあこのですシルスはですね、キッチョウや知恵にまた無言の圧力をつけられてますね。まあ圧力はまあそんなにあれですね、ターンが終わった時に10減るだけだから、まあ敵倒せばですそんなに問題なく、こんな感じで、で敵を倒せばこの P は再チャージされるんで、道中で使う羽目にならなければ基本的に問題ないです。でまた200になったね。で、あ、デジャブですね。さっき言った通り、デジャブは、プラスになってると、さらに、効果がアップするので、基本的には、こう、投げナイフが増えてくるようなカードが出てきた場合、多い場合は、デジャブは腐らないので、すぐにね、コストなしで使える、事実上はあれですね、黄色のマナ一つ払って、その後に、あれですね、無色のマナ一つ入るので、まあ、投げナイフみたいな無色のマナで使えるカードが主催であれば、基本的にはもう、ディスアドバンテージがないカードになるので、非常に強いです。で、投げナイフ入ったんで、OK ですね。綺麗に倒しました。さて、そうで山札を減らすのも非常に大事ですね。なんで余計なカード結構飛ばしてるのは、単純に昨夜は本当に事故ると困るのでですね。で今のはあれカードコピーなんですかね。ですね、あ、そうか、まさかですね、カードコピーできたんで、ね、なんでシルバーエレガントをコピーして山札っていうか、アップグレードできる可能性をね、 あれか、投げないかアップグレードできる可能性を2倍にしました。いいですね。で、あとはまあこのちょっとね、カッパさんは結構この2面の雑魚の中でも結構厄介なところで、まああのあれなんですよね、相手が単体であれば次は貴様だで、うまいことこの8枚入りましたね。でこれで久々攻撃して、カッパさん倒して、であとは自動で攻撃撃破ね、強いでしょこれ強いでしょ。でただアップグレードをしてもマナが5必要なので、結構そこら辺のマナをどうやって余らせるかを考える必要があります。で、あー、マイナフリカード来ましたね。マイナーフリカージョンは非常に面白いカードです。というのも、これレアカードなんで、なかなか手には入らないですけど、マイナーフリカージョンを使うと、そうね、そうね、これ、戦闘エクスプレスというカードを1枚手札に加えることができます。で、廃棄場ですね、使うとこの、投げナイフ、山札に捨て札に行かずに廃棄場っていうね、除外カードのところに行くんですけど、それをこの戦闘から、その廃棄場にある投げナイフを全てこの戦闘から消滅させます。で、消滅させたらどうなるかというと、消滅させた投げナイフの数ごとに4ダメージ追加で戦闘エクスプレスの威力が増えます。戦闘エクスプレスもともと32ダメージあるので、まあ、1回ね、山札回した後で、それを使うと、大体まあ、今アップグレードしたので、戦闘エクスプレスのダメージが、投げナイフ1枚付き8ダメージになりました。なので、大体これ、1回適当にこうやってね、次は貴様だとか、まあ、あれですね、さっきの、エレガントとか白アエレガントとか使った後に、まあ、これを使って見ると、なんかうわ100ダメージ以上与えるんだけどみたいなことが結構頻発するので、まあ、ここは今回のデッキとは非常にシナジーが良いので、まあ、ただちょっとコストは若干ありますけどね。マイナーグリカージョン自体が、マナが4つ必要で、で、戦闘エクスプレス自体はちょっとね、そう1必要なんで、こんな感じで176ダメージ強い。いやー、ね、さっきのね、息苦しい、時渡り、いいですね、時渡りはコストが非常にいい、
追加ターンの、カードですね。使った瞬間に追加ターンに入ります。で、この追加ターンの、これそっちあたりはね、珍しく同盟のカードは1ターン、1回の戦闘で1回しか使えないと縛りがあるので、2枚以上積んでも効果ないんですけど、この時あたり、アップグレードする前は、コスト4なんですけど、アップグレードするとわずか2コスト、自由な色のコスト 1と、青い罠1つで、ターンを追加することができるんですね。めちゃくちゃ強いです。いやー、さっきの息苦しいデッキビルドが嘘のようなカードパワーを得られていますね。皆さんのお祈りのおかげです。いいですね。で、あ、来ましたね。あ、来ましたね。これはいけるでしょ。これはいけるでしょ。いいですね。さっきのね、もう事故ってお前かわいそうだから、このカードプールでお前もう一回純子の戦わせやるわっていうね、配慮を感じますね。いいですね。で、これでまあ、さっき言った通りデジャブで投げない子を、与えて、捨てて、で、これで、ですね。ドローをして、で、このシルバーエレガントで投げない子めちゃくちゃ増やして、で、いい感じにもう、で、このスペルカードを使うと手札に投げない子を2枚追加することができるので、これでめちゃくちゃ、投げない子を増やしていきました。で、これでも半分、1ターン目でも早くも半分でございます。で、どうしようか。時渡りしまして、で、時渡りまだアップデート前なんでちょっとね、コスト重いんですけど、時渡りでもう一回追加ターンに入って、投げない子を加えて、フェイント投げ。今ね、戦闘とちょっと、あれか、マイナーフリーカージョンと悩んだと思うんですけど、デッキの圧縮が済んでるので、マイナーフリーカージョンそれなりで早いタイミングで引けると思うんで、で、使って、投げナイフで、そうですね、投げナイフ、ちょっと防御して、で、まあもうここまで来れば、まあ、もうさっきのね、純子にボコボコにされたの嘘のようにボコボコにしてますね。んで、ちょっと今回あれですね、デジャブで捨てたい、投げナイフがなかったので、まあ、これはしょうがないですけど、で、これで耐えられるので OK ですね。もうこの次のターンでちょっと回復とかされちゃうので、それをできる限り、避けたい。OK ですね、綺麗に。戦闘エクスプレス159ダメージ。強いでしょう。で、最後、あ、そうですね。これ、ラグレリック得て、そうですね、武将購入。もう、時渡り2枚以上でも効果ないんでね。んで、まず、時渡りの強化品です。で、あとは、結構今回いいカードがありますが、あ、そうですね、もう、で、これで、この武士の購入。これは、さっき言っためちゃくちゃ強い。ドローをしながらマナを得られるというぶっ壊れカードなんで、まあ、今回は、天下天覆のパターンながら、どうなのかな先に。まあ、そしてこのエナドリは、追加でマナを得られる。あ、ただでマナを得られる効果、カードなんで非常に強いです。まあ、店でしか買えないんで、そこら辺あれなんですけどね。で、これで、次は貴様らを使って、投げない方をどんどん与えてることによって、いい感じに6個が増えましたね。1回につき与えるダメージがこれで12ほど増えております。強いですね。で、この投げナイフを与えれば与えるほど、この投げナイフ一発につき与えるダメージもすごい増えるので、こんな31、32、33、33、こんな感じですよ、もう。最終的にね、聖者の300のね、ダメージキャップが、もう毎ターン毎ターンなんかね、かかっちゃうぐらいのレベルになるんで、これでもう終わりかな。うん。これはもう終わりかな。ですね。で、マイナフリーカージョンで、終わり。今の戦闘エクスプレス一発で、300ダメージのダメージキャップを一発で与えました。一ターンで当たるダメージ1カードで終わったな。はい、ラストです。このゲーム、現在、アーリーアクセス中なんですけれども、この、実装されてるキャラクター4人目、チルドです。で、この後ね、小石とか、ね、アリスマガトロイドとか、そこら辺が実装される予定なんですけど、今のところはこのキャラクターだけですね。で、チルドなんですけれども、最強です。何が強いかと言いますと、まあ、カードプールが非常に広いので、事故りやすいという欠点はあるんですけども、この霊気という、状態異常を与えることができます。で、この霊気なんですけれども、ターンが終わった時に、急ダメージ与えることができる上に、霊気がかかってる相手にもう一回霊気を与えることで18ダメージを与えることができます。で、まあ、さらに、ここら辺の霊気についての、霊気のダメージに関しても、まあ、カードをね、特定のカードを使うことによって増やしたりすることができるんで、めちゃくちゃ強いです。で、全体攻撃を引けるできるカードもそこそこあるのと、あと、まあ、もう一つね、チルの特徴的な仕様としまして、パートナーという、機能がありまして、で、パートナーというのは、カード群がありまして、まあ、それを使うことによって、あれですね、手札に、ターンが終わっても手札に残る友達を増やすことができます。まあ、その中でいくつか強いカードがあるので、それが引けたら、表層術いいですね。表層術は、相手が、相手に凍結の状態異常がかかっている場合はダメージが4倍。で、アップグレードをするとダメージがまあ6倍ぐらいになるので、めちゃくちゃ強いです。しかも、コストがわずかに1。なので、これは基本的に、まあ、
精度のデッキビルドに当たっても主戦力になるカードの一つですね。コストも安いので。でコストも安いし、レアリティも低いということでね。これでうまいこと。そう、凍結がいっぱい入りましたので、これでもう、一ターンで撃破です。強いですね。で、もう、ウサギさんは基本的にこちらへ攻撃をしてくることはないので、もうさっさと帰ってもらいます。で、まあ、ただちょっと今回あんまりデッキの引き、カードの引き良くないですね。競争率アップグレードしまして、で、この、一応、チェルノも、スペルカードが全体攻撃なので、そうですね、全体攻撃で、しかも霊気を与えることができるので、で、この、しかも、今ね、使ったカードなんですが、で、これ、この、凍結のダメージ計算は、相手の攻撃が始まる前の、始まる前に計算されるんで、このように相手の体力が9以下になったら、もう、そのキャラクター殴んないでも、自動的に倒すことができます。早いですね。では、こんな感じで綺麗に撃破することができましたね。相手が凍結してる時にうんたらかんたらっていう条件付きのカードが今回非常に、このね、チルノの場合非常に多いので、いかに相手に凍結をかけていくかっていうのが重要なんですけど、この表彰っていうカードがありますね。この表彰っていうカードはアップグレード前が、コスト1、アップグレードがコスト0で相手に凍結を与えることができる上に、ターンが終わっても消えません。ターンが終わっても捨てられずに、手札に残る保留っていう効果を持ってるので、こうやって使いたい タイミングで使うことができます、ね。ああ、いいですね。今の花園っていうカードがあったんですけど、そうなのかは、さっき言った通りマイナスです。この、ね、今のカードは非常に安い2コストで、相手全体に霊気を与えることが凍結を与えることができる上にアップグレードをするとそのターンが終わった後にもう一回同じ効果を発動します。めちゃくちゃ強いです。でこの猛吹雪は全体相手全体に16ダメージを与える上に凍結を与えるので実質24実質そうですね25ダメージ与える。さらに、まあ、さっき友達、レティホワイトロックっていうキャラクターが、いた場合は、まあ、追加でダメージを、追加で、あれですね、次のターンの頭にもう一回同じ攻撃をします。あ、そうですね、今のは結構強いカード2つあったんですけど、羽ばたかね。これは、非常に強いです。防御カードで24ブロックを得られる上に、相手に弱体、まあ、弱体と、まあ、あれですね、デバフ、相手の攻撃力と、まあ、防御力をそれぞれ 50% カットする能力を持っています。で、かつ、アップグレードすると、保留って言って、さっきの、表彰と同じで、まあ、手札にいつまでも残ってくれて、好きなタイミングで使うことができます。で、まあ、ラルバっていう、まあ、友達がいると、あ、これですね。そのラルバっていう友達がいると、相手に毒を与えることができるんですけど、まあ、その効果を負けずに、それなくてもめちゃくちゃ強いんです。で、ラルバ自体がちょっと使い回しがあまり良くないので、そこら辺はまあ、状況に応じてって感じですね。で、これで、相手にダメージを、相手のダメージを増やすことができる、防御しながら相手に与えるダメージを、ね、増やすことができるんで、いいですね。で、これは今、猛吹雪を使って、で、凍結を与えた後に、表層術を使うっていうコンボを使って綺麗に。で、このネートビームは、アップグレードした後は、あ、一気にダメージ倒しましたね。で、ここでちょっと、何引けるかな、まだ引けるかなんですけど。まあ、そうですね。ちょっと今のは、フリーズマトリックスいいですね。フリーズマトリックスは、これは能力カードなんですけど、まあ、戦闘が終わるまでずっと継続する効果なんですが、これを使うことによって、相手に霊気を与えると、ブロックが2増えるという効果を持ちます。ブロックが 2増えるという効果を持ちます。なので、これを一番最初に使ってから凍結を使うことによって、防御カードをね、防御カードで割く、枠を減らすことができるんですね。なんでこれ非常に強いです。で、かつアップグレードすると、まあ、コストも安くなるので、そこだけも非常に強いですね。で、これで冷血火炎小僧術で、まあ、一発で倒して。で、表層術2枚目ですね。まあ、表層術はまあ、何もあっても困らないとは言いませんけれども、あればあるほど、あれですね。結構もう、凍結して表層術連打みたいな戦法も結構取れるんで非常に強いですね。で、まあとにかくチェルの場合は生で強いカードがありすぎるせいで結構デッキのビルドを失敗したりとか余計なカード取りすぎるみたいなことあるんで、まあそこら辺はもうニャコさんはもう主者選択が非常にうまいのでそこら辺はぜひご注目いただければと思います。いいですね。綺麗に倒しました。そうですね、大妖精はまあ使えなくはないですけどちょっと今回はね他のカードが強いので、そうですね、これ基本的にこのチルドの場合はもう青カードが大半で緑のカードを使うことはあまりないので、ね、いらないものを売って、リンノスケはランダムで上の、ね、レリックから1つ、2つ選択選んで、その、アイテムに見合った値段をね、値段で買ってくれます。でお金はね、店で使ったり、イベントで使ったりするんですけど、店でやっぱ使うときに非常に重要になってくるので、で、このキツネさんは、まあ、1ターン目が終わった時に3回は1ターンで3回までしかカードを使えないっていう状態上にかけてくるんですけども、このように3ターン中に倒してしまうような状況にしてしまう問題ありますね。でウサギなんですがこれ倒しきれるんで OK ですね。でそうプリズマトリックス使った時に相手にまず霊気与えるんでその段階でもブロック得られますね。今ちょうど
いいですね。まあ、半端なカードは取ってない感じですね、今。一応ね、弱い時にはまあ使えるかなっていうカードはいくつかあったんですけど、今回はもう敵のビルド結構強いので、で、こうやってパーフェクトフリーズ与えて、いいですね。で、これで、ちょうどこの、周りのタコ敵を、霊気の威力込みで一掃しまして、で、このカードを使うと、今のこのカード結構強くて、手札の中でいらないカードを2枚この、霊気に変えることができるので、表彰に変えることができるんで、まあ、相手に凍結を与えて、どん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 殴っていくっていう感じの、戦法だったんですね。OK ですね。綺麗に倒しました。で、あ、そうで、これ、いらないカード消せるんで、いらないカード消せるんで、P が溜まるんで、非常に助かります。あ、ムカムチュー。ムカムチューは、デッキのカードを、デッキの中に、手札にあるカードを増やすことができます。で、これちょっとね、3ステージ目でテクニカルな使い方できる可能性あるんで、まあ見ていきましょう。で、今のは、コストが死ぬほど重い代わりに、あれですね、ターンが重なることに、コストが減っていくって仕様なんですけど、まあちょっと使うかとかわかんないですね。まあそこら辺はちょっと、なでもこのように展開が早いので、ターン数がそんなにかかんないんですよね。RT の場合はね。なんで、で、これ使っていらないカード、まず、猛吹雪。で、16ダメプラス凍結で、で、これは、なかなか難しいところですが、誰を倒すかですね。で、まあ、そのブロックして、若干ダメで減らして、で、ここから、まだ、あそこで、羽ばたくはず。あと、マトリックス使って、防御増やして攻撃をしている。この体力が8以下になっていれば、その敵はもうターンが終わったら自動的にやられるので問題ありません。で、OK ですね。倒して、で、あとこの次のターンにとどめをさせてしまえばいいんですが、足りなかった。あ、まあまあまあ、これちょっとデバフで、まあ、デバフは6コンなので、ダメージを食らうタイプの6コンじゃない、デバフではないで問題ないです。で、アイスボックスね。アイスボックは、最強の、で、店が、今手に入ったアイスブロックは最強の、最強の、アイテム。てか、最強の、緊急回避カードです。なぜかというと、すべてのダメージをそのターン中カットします。ただ、その代わり、エネルブロックとかそこら辺も全部なくなってしまうんで、結構リスクはあるにはあるんですけど、これ使えばとりあえず、相手の攻撃がどんなに強かろうが無視できるんで、すべてのブロックバリアグレーズを失った上に、すべての手札を一旦保留して、で、次のターンにまた同じ手札でプレイすることができるっていう感じになります。なんですが、今ね、ただ、コストがね、アップグレード前は2かかるんですけども、アップグレードするとコストが0になるのでめちゃくちゃ強いです。使いたい時に使うことができるわけですね。なんでアップグレードの優先度は結構高いですね。やっぱアップグレードの優先度が高い低いは結構カードによってありまして、まあ、このカードの場合は、シルドの場合は特に顕著でして、まあ、アップグレードせんでも強いカードとアップグレードしたらまあコスト安くなったりとかめちゃくちゃ強くなったりとか結構あるんで、で、これは OK ですね。よし、リトリも強いんですけれども、リトリのブロック、まあ、そっか、そもそもあれですね、防御カードがないから。今のはね、入手した時に防御カードの、うちから何でも2枚選んでアップグレードしてくれるんですけども、防御カードがないので、なのでもう、アップグレードするのは、最初に得られている基本カードになりましたね。で、この発狂っていうのは結構、コンボカードというか、結構使い方によっては面白いカードでして、あ、ちょっと待って、ちょっと甘いや。まあ、その、コンボパーツのカードが引けたら説明します。では、これ、2面の、今回の、さっきまでユウコと、あれですね、テンコが出てきたんですけど、3人目のイーズナマルです。イーズナマルは、まあ、中間ぐらいの強さですね。一番最初に手札に、なんか、袖の下にお金を渡すカードがありまして、それを渡すと手加減してくれるんですけど、まあ、今回はまあそんなもん使わなくても勝てるかなと思います。で、ただ結構強いんですね。油断してるとやられるぐらいで結構強いです。で、まあ、ライオットシールド、先ほど申し上げました、0マナで使える25の防御のカードがあるんで、これは緊急が非常に強いんですけど、で、これもちょっとまあ倒されない程度のダメージなので、で、ここから先はちょっとまた攻撃過熱になってくるんで、おかしいな、多分このターン倒しきれないから、でパーフェクトフリーズ使って、で、与えて、シールドを使って、このターン耐えきれれば多分なんとかなる可能性高いと思うので、ですね、まあ、ライオスシールド、回数制限があるので、できれば使いたくないんですけど、これ使う、反響使いますかね。で、これで、山札の上にあるカード、一番上にあるカードを引くか、あるいは、あれですね、かあるいは無視してやるかっていうか、無視して別、もう一枚別のカード、それを捨ててもう一枚別のカードを引くかっていう感じで結構単純に強いです。で、多分このターンで倒しきれれば、レートミラーでしたね、OK ですね。よし。
無事撃破で、ここで引けるカードも結構重要です。チルドはレアカードが、レアカードが強いので、でも弱いですね。ちょっと何にもないですね、しょうがないですね。まあ今のコールド遅延、これはちょっと普段絶対取らないカードですね。一応あの山札から1枚のカードを選んで手札に加えて、それを放棄、それに堀を加えるって結構強いんですけど、でアップグレードすれば2枚になります。なんであの山札から好きなカードを引いてきて、あのしかもあのそのカードを使いたい状態まで保留することはできるんですけど、まあめちゃくちゃ強そうに聞こえるし、実際昨夜とかだったら超強いと思うけど、チルドの場合はもっと強いカード山のようにあるんで、まあもっといいカード欲しかったなっていうのは正直ですね。まあちょっと火力面が、こんな感じで木武器があるので火力面がちょっと怪しいので、そうなんですよね、もしかしたらボスが倒せないかもしれない。結構イズナマル戦でも割とあれですね、あの自力になりかけた節はあったので、本来はもっとレアカードでできればあの利益の重ねかけのダメージをもう1倍増やしたりとか、追加ターン得たりとか、あとそうですね、霊気の代わりで凍結震度っていう状態異常を与えて、あのあらゆるダメージを2倍にするとか、そういうレアカードがあるので、まあ次のスミレコがまずあのドレミーワープできるか次第になるんですけど、まあスミレコが出てきた場合はそこら辺持ってきてくれると嬉しいですね。まあハズレのレアもちょいちょいあるので怖いですけど、緑枠はもうラルバともう一つ以外全部ハズレなんで、あの青いやつを持ってきてくれると嬉しいって感じですね。まずここでまあまあレティ来ましたね。レティは木武器どうでしょう。うーん、微妙ですね。いやこっちかな。まあそうですね、まあ贈り物ですかね。贈り物は結構、これは結構強いカードで、リドリーの中では唯一の当たりに近いカードでして、捨て札から1枚のカードを手札に加えて、あのそれをそれを使った時にそのカードがもう1枚増えるという効果を持ちます。しかもアップグレードをすると、あのこのカード自体がもう反復を持つので、あのこのカード自体をもう1回使うことができます。具体的に分かりやすい使い方としましては、あの例えば相手に凍結をかけて、あの表層術、ね、あの凍結がかかっている相手に対してダメージ6になるコスト1のカードを使う。で、使って捨て札に行ったそれに自然な贈り物を使って、また表層術がドローされる。で、その使ったとあの表層術使うと、また表層術が増える。で、その後自然な贈り物を使って捨てた表層術をコピーする。で、また表層術を使うと。そんな感じで、マナ1でめちゃくちゃ強く、無限に、マナがある限りもひたすら続けることができるっていう、結構強いコンボはあるんですよね。なんで、これはまだマシな方のカードです。ただ、できればもっといいカードは引きたかったなーっていうのは正直だと思うんですね。これ表層術自体は結構多いのと、あとレティですね。レティが、あの、今引けた、このレティのカードが、まあ、ターンが終わった時にランダムで、敵一体に影響を与えるので、で、かつ、あの、これは、使った瞬間、あの、起動効果というのがありまして、起動効果っていうか、あれか、そうですね、あの、使っ、この今ちょっと数値が1になってるんですけど、これが3以上の場合は、あれですね、相手にまあ全体に15ダメージ与えて、かつ霊気与えるって、まあ、猛吹雪と同じような効果を持ってます。で、コストも猛吹雪と同じなんで、まあ、第二の猛吹雪みたいな感じで使うことができる上に、猛吹雪はレティが手札にいる時に使うと、あの、相手のターンでもう一回ノーコストで、もう一回猛吹雪が発動するので、そこら辺のシナジーが強いです。で、ただ、他のパートナーは、あの、ターンが消費されるごとに、あの、この上の数字増えてくるんですけど、レティ逆に減ってくんですね。もうそろそろね、あの、寒さもなくなってきたんでね。で、ここで少々で元気ですね。まあ、クラウンピストは、まあ、この、このね、3面の雑魚の中、てか、あれか、エリートの中でまだマシな方なんで、ここからお祈りです。あの、また出てこられると困るんです、ウサギさんで、ね。ウサギさん出てこないことをお祈りします。まあ、この子たちはライフ取られるだけなんで、あの、マイナスです。ああ、よかったよかったよかった。いやー、ありがたいですね、このね、天狗さんとね、あの、この RT やってると、本当にこの天狗さんと、ね、あの、狼さんが神のように見えますね、マジでね。うん。助かるわ、やっぱ。いいですね、ありがたいですね。よかったよかった。これで無事突破できれば、もうあの今回ウサギ1回しか見なかったということでね、非常に運が良い形になると思います。で、そうですね、まああとはそして、まあこの猛吹雪を使って、で、コールドチェーンはまあそうですね、山札から好きなカードを2枚引けるんですけど、何があったかな、ね、一応山札自体はね、見ることができるんですね。で、表層術をこう使って、そして表層術はあともう一つ強いのが、まあ、あの、精密持ってるので、グレーズをついてる、グレーズがついてる相手に対しても、あの、ダメージを与えることができます。なので、この表層術、今ね、ちょっとあの、グレーズをね、あの、味方にかける効果を、天狗が出してたんですけど、まあ、それをね、あの、うまいこと、精密で突破していきました。で、走行域は結構、コストは重いけど、あれですね。相手全体に20ダメージないし24ダメージを与えて、かつ、パートナーが手札にいる場合は、その、
パートナーの、あの効果を、ターンが終わった時の効果を発動するので、レティがいる場合は、まあ、レティの効果を、ターンが終わる前に一回、相手のランダムの相手に氷結を与えるっていうことができるんで、結構強いですね。で、まあ、花園2枚目ですね。花園は、まあ、だいぶあって困らないカードなんで。で、この場合どうでしょう。微妙なとこですね。そう、チルドの場合はね、結構引けてるレアカードに応じて、あれですね、ダメージを与える方法を決めていくので、今、凍てつく玉座っていう、カードが、スキルカードのところにあったんですけれども、まあ、それがですね、手札に、ターンが始まるごとに手札に1枚この、表彰を与えて、持ってきてくれるっていう、表彰のアップグレードされた表彰なので、コスト0で使える表彰を、ターンが始まるごとに持ってきてくれるっていう、非常に強い効果を持ってるんですけど、コストが重い。全部で、ね、4マナ必要になってくるんで、ちょっとね、カードによってはちょっと使いづらいかなっていう感じになってくるんで、これ、そうですね、ひたすらこれをコピーして、で、で、アイスブロックもあるので、まあ、この、ターン、結構相手の攻撃力高いんですけれども、アイスブロックさえ使えば、ね、こんな感じで、ノーダメ。ノーダメです。ゼロ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 。ということでね、このアイスブロック本当に強いです。ただは、手札がこうやってね、保存されてしまう影響で、まあ、ちょっと一発逆転でドローを狙いたいって時はなかなか難しかったりするんで、扱いが難しい面もあるんですけど、でこれ表彰術、表彰術。で、いいですね。で、これでちょうど取れて、これダメージは1しか食らないので、計算通り問題ないですね。で、あとはもう一回攻撃をして終わりですね。素晴らしい。で、これでまあ、ドレミーもね、この、3体のボスの中で一番強いんですけど、表彰率やたらといっぱいあるので、まあ、あとは、とにかく、純ちゃんですね。で、今回あれですね、サナエ来なかったですね。サナエは、デバフかけてきて、回復してきて、面倒な相手なんで、まあ、引かないのはありがたいですね。ただまあ、純子もね、昔は癒しだったんですけれども、ちょっとそうでもない感じになってくるので、まあ、あとは、まずこのフリーズ、いいですね。でもフリーズマトリックスが初手にあるのはありがたいですね。これ、霊気与えることに、ブロックが増えて、あいつ、あれです、ブロックじゃないか、あれですね、フロストシールドっていうものが増えていきます。ちょっとすいません、説明がちょっとずれてましたね。フロストシールドっていうのは何かって言いますと、ターンが始まった時に、ブロックが、そのフロストシールドの数だけ増えるっていう、仕様を持っておりまして、で、相手に攻撃をされると、攻撃をされた数だけフロストシールド減ってしまうんですが、まあ、霊気をひたすら与え続けるデッキであれば、このフロストシールド、フリーズマトリックスを使うと、まあ、どんどん、このフロストシールドの数字が増えていって、いずれはなんかターンが始まった段階でなんか防御60とかで、なんか、めちゃくちゃな数字になっちゃって、ああ、もうこれもうダメージ食らえませんわっていう状況に持っていくことも可能です。そこら辺はね、通常プレイでやってると、本当に安定重視だと、すごい強いです。で、これももう、今、結構フロストシールドを使うまでもなく、もう今、競争率がいっぱい来てるんで、ダメージ与えてるんですけど、まあ、これも終わりですね。ここが終わった段階で体力100回復するので、この P が100回復するんで、で、今ですね、これはちょっとアイテムによって、あれですね、マックスが、あ、いいですね、来ましたね。マックスが300まで上がってるんで、これ、3回使えます。すぐ来るね。出たんですけど。出たんですけど、来ましたね。変えないです、ね。そう、絶対レードは、絶対死ぬのはちょっとね、2枚目来てくれたら、凍結のダメージが4倍になって、これで今の段階で、この、今のカードを使うと、あれですね、凍結の、利益の重ね書きによるダメージが1倍増えて、18だったのが27になるんですけど、もう1枚やると36まで増えるんで、めちゃくちゃ強くなるんですけど、残念ながらちょっとだけお金が足んなかったですね。このゲーム売れないんですね、カードで。いらないカード売れたらよかったんですけど、売れないので、残念ながら、カード、お金を増やす方法は、欲しいカードがあったから、振ってお金を増やす方法ないんですね、残念ですね。まあ、ただ今回はまあ、よほど手札事故が起きなければ、まあ、戦車はなんとかなるかなって感じですね。まず、あ、一番最初に何をしてくるかですね。ちょっとこれ嫌なパターンですね。ザコ召喚してこないパターンなので、ちょっと面倒なんですけど、このザコはこのパーフェクトフリーズで全体攻撃で一掃できるんで、できればザコ呼んでくれるパターンの方がありがたかったんですけど、まあまあまあ、で、あとフリーズマトリックスを最初に消えてないんで、霊気を与えて、あれって防御をどんどん上げていくってことはちょっとできないので、そこら辺はカード廃棄はできます。売れないってだけですね。で、絶対レードを増やしてですね、絶対レードまで引いてきて、で、絶対レードを使うと、アイスブロックで、まあ、まず、保存があるので、この絶対レード使いたいけど、ちょっと、今ダメージ食らうと困るねっていうところで、こうやって使ってます。で、この聖者の場合は、このリバースオフェンスっていうターンになれば、相手のダメージをね、あれか、相手からダメージ飛んでこないので、ここで、こうやって、いっぺんに使っていくっていうことができるので、カードを保留して、ね、ダメージを一切受けないっていう、さっきの振り、ね、ブロックがいかに強いかって話なんですよね。もう、ほんと聖者戦だとめちゃくちゃ強いです。で、パーフェクトクルーズ使って、で、これで、凍結2回で増やしたんで、そう、さっき言ったとおりダメージが、凍結ダメージがめちゃくちゃ増えてます。で、このさっきの贈り物とか使うことによって、こうやってどんどん重ね掛けできるので、本当に強いですね。で、これでレティを増やして、で、
そうそうです。まあ、パーフェクトフリーズで、で、ブロック、あれですね、ダイオプチルドは、まだなしでどこでも使えるんで強いですね。で、これで、レティが、こうやって凍結を与えてくれるので、で、これダメージは食らいますけど、もう、月野さんに終わるんで問題ないと思います。そうですね、もう、ただちょっと。あ、そうですね、霊域がない。あ、行きました。あ、OK ですね。OK、OK。で、これで、霊域が与えられたので、競争率でダメージが増えていくので、タイマーストップです。GG です。いやー、GG です。結構事故りましたけど、それでも綺麗に仮装されて、ね、お見事でした。改めて、ゆるにゃんこさん、仮装した仮装の方、よろしくお願いいたします。はい。まあ、今回のランは、昨夜で、一回失敗してしまったんですけど、まあ、全体的には、なんとか走り切れて安心しました。まあ、結構、この、東方、法要やっていうゲームは、まあ、RTA っていう、急いでやるプレイ以外でも、通常プレイでも、かなりいろんな波乱万丈なランになると思うので、ぜひ興味がある方は、Steam の方で、3500円で販売中なので、まあ、チェックしていただけると嬉しいです。というわけで、奏者からは以上です。それでは、SS さんに渡したいと思います。はい、ありがとうございます。このゲームの解説を務めるのは、ラックゲーム RTA というイベントに続いて2回目だったんですけれども、その時のラックゲーム RTA の時の予定タイムは4時間だったんですけど、見てください。予定タイム2時間でございます。しかも、ゆるにゃんこさん、現在の自己ベスト1時間切っております。早すぎますね。いや、もうそれぐらいもう、洗練されたランになっておりまして、で、それをやっぱりイベントの場で皆さんにお見せできたことと、それをね、一番間近でこうやって、見られて解説、務めさせていただけたこと、本当に嬉しく思います。ちょっと、早くして伝わない解説だったかもしれませんが、少しでもこのゲームの魅力と面白さが伝わっていたら幸いです。改めて皆さん、本当にありがとうございました。それでは、もう喋ることも喋ったし、もう僕も出番も終わりなんで宣伝することもございませんので、改めて3日間皆さん本当にありがとうございました。では次のゲームの方にじゃ切り替えさせていただき、大丈夫でしょうかね、みなこさん。はい、大丈夫です。はい、ではありがとうございました。じゃあ改めまして、スタッフの方切り替えていただければ幸いです。皆様3日間ありがとうございました。東方紅葉や、みなこさんと SS でした。ありがとうございました。ありがとうございました。